こんばんばは高野ですえ今回はコメント返しどんどんんやっていきたいなと思っておりますすごい溜まっちゃいましたね。一個ずつ返信していったら、もう追いつかないんじゃないかってこれ皆さん本当はありがとうございます。書き込みの方ね。で、またちょっとブランク、1週間ぐらいかな、空いてしまったんですけど、私の方は元気です。今日は歯医者さん行ってきました。で、昨日は整体院行ってきました。で、おとといは皮膚科行ってきました。って、元気じゃねえじゃんって感じなんだけど、<laughs> やっぱね、50過ぎると、 やっぱり体中少しずつガタき始めてきますね。まあガタってことじゃないんですけど、例えば昨日夜あの飲みながら焼きそばとか食べてたらツーンと歯が染みてきてですね、これはいかんと思ってですね、放置してるとまたどんどん悪くなってしまうので、ちょっと体の異変とか不調に気づいたらもうすぐもう病院に行くようにしちゃってます、最近は。 でまあ、全然、ちょっとした歯にシミができてちょっと可能してますねぐらいで済んだんですけれどもね幸い、今朝の歯医者さんはそれから、け今朝今日はですね2021年の4月のですねもうちょっとで10日になろうとしている9日に吹き込んでいるんですけれどもねもう ままだノンアルルコールでございますねこれを録音し終わったらあのお酒飲もうかなと思ってますが一服つこうかなと思っていますけれどもで昨日は生、ね、体院でも年末の11月頃から買い始めてますけど、ね、いわゆる四十肩、五十肩だね,もうね年々的にね五十肩で右肩の奥の筋肉がもう凝っちゃって凝っちゃってもう インナーマッスルがちょっとかなりやられてますねみたいな、凝ってますねって言われてるので、あの週に2回ぐらいのペースで行って、電気通して、ほぐしてもらったりもしてるんですけど、今度はですね、膝に来ちゃってです、ね、階段登ってたら、おなんか膝重いなんてなっちゃって、で昨日は肩と腰とあそう、腰も痛かったんですけど、腰はだいぶ治ってきましたけれどもね、あの膝特に右膝をの奥の筋肉を緩めてもらったりもしました。 あと、皮膚科ね。私、あのー、あれなんですよ。臓皮病なんじゃないかって一生思ったぐらい、足のかかとの裏がめちゃくちゃ硬くなってる箇所がですね、なんか鎧のように硬くなってきちゃってるので、これはやばいなって、まあ要は角質なんですけどもね、角質が固まっちゃって、要は下駄履いてたからだと思うんですね。もうずっと私はもう20代の頃から、もう下駄履いてカランコロンと下町を 活歩してるんですけれどもやっぱり下駄ってずれるじゃないですか板の部分とかかとの部分ちょっとはみ出すんですねかかとがそうするとはみ出した部分が板の角に当たってそこの部分からどんどん固くなってっちゃうんですね足の裏の皮膚が守ろうとして鎧を作り始めるんですよ角質でそれがたまりにたまりに固まって固くなっちゃってである日靴履いてたら妙に角質で固まったところの部分が。 痛いんですよね、歩くとチクチクしてだからこれやばいなと思ってですねさすがにそれでまあドクターフィッシュセラピーも受けようかななんて思ったんですけどね大江戸温泉とか行ってでもこんな硬いのドクターフィッシュの口でちゃんと角質食ってくれんのかいななんても思ったのでまあおとなしく皮膚科に行ってですねそれであのステロイド入りの軟膏みたいな薬をもらって。 でで塗っていいるところでございますね少しだけ角質の面積が減ったような気がします。というようなわけでですねなんか病院通いというか、まあ、生体院は病院じゃないけれどもなんか毎日なんかどっか通ってるなっていうねいいのか俺って感じですけどまあ,あの大事に至る前にね初期の段階でちょっと異変に気づいたらもうなるべくもう専門家に 見てもらうよ年だしねなんて若くもないわけだからねそこでもう私は全然ごめんなさいなんか話が全然ジャズじゃないんですもうちょっとだけ話しますねついでなのであの下町の某ところにあの29歳30になる前だよね30になって子供生まれたからね29で引っ越してそれであの 一戸建てマンションのある部屋を一部屋買ったんですねローンでそれでまあ選んだ場所下町の某場所なんですけれども今更になってですねいいなあってね思ったのがいい場所選んだなと思うのはまずその当時は地下鉄からね駅から徒歩1分か2分の場所だったんですよそれがとっても未だにありがたいんですねあのごめんなさいなんか地盤話になってきちゃったかな <laughs> あの 雨降ってる時でもダッシュすれば傘持ってなくてもそんなに濡れないで済むんですよ。でさらに駅が近いけれども例えば屋外に線路があるとやっぱガタンゴトンガタンゴトンってすごく響いちゃうじゃないですかでも地下鉄なので全然そういう電車の音が聞こえないのでそれもすごく助かってるなーなんて思ってねあとこの年齢になって初めてその立地のよそにですね <laughs> ありがたいなーなんて思うようになったのが。 なんと、病院がほぼ揃ってるんですよね。ほぼ半径200メートル、150メートル以内かな、つまり信号1つ超えれば、ほぼすべての病院が揃っちゃうと、例えば、今朝行った歯医者さんは信号1個超えればいい、つまりワンブロック先にあるだけなんですよ。あと、一昨日行った生体院も、その歯医者さんの隣なので、信号1個渡るだけ、ワンブロック隣なだけなんですね。あとは、内科、これはまあ風邪ひいた時とかね、インフルエンザの予防接種、接種。 受けに行くときとかに活用してるんですけど内科はもう本当次の隣のブロックなので信号渡る必要もないわけですよまあ、内科はちょっと混んではいますけどもね朝からねもうあの高齢者たちのサロンになっちゃったりもしてるので待ち時間はありますけどでもまあなんかあったときね内科が近くにあるとき心強いですよねでその内科の隣か隣ぐらいのビルに自備飲行かもあるわけですよだから すすごいい,いんですよでさらにその隣のビルぐらいに眼科もあるので時々私行くんですよあのパソコンの見過ぎで眼性疲労の時とか目薬を処方してもらいに行く時とかもこれも信号を渡らずに行けちゃうというねなんという便利さだみたいなねでさらにあの先日行った皮膚科は信号1個渡ったところにあるんですねなんて便利なところだから年取った で、初めてわかるありがたさ。病院が近くに徒歩で行ける範囲にあるっていうのがね、これから老後を迎える私としては老後も、ま、もうちょっと先ですけれどもね。まあ、すごく安心、住んでて安心って感じですね。ただ、難点を言えばですね、あの、2、3年前、2年ぐらい前かな。あの、私、尿管結石になった時は、泌尿器科はちょっと遠かったな。泌尿器は3ブロック信号渡らなきゃいけないので、 それはちょっと遠かったなぁって、もよたよた歩きながら、まあ距離からしてみれば大したことないんですけれども、ただ、こうね、下腹部の痛みを抑えながら、とぼ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 歩いてるときは、とても距離が長く感じましたね <laughs>。まあ、どうでもいいな。あと、あの、スーパーマーケットも24時間営業のところがワンブロック先の区画にあるんですよ。だから歩いて3分、4分ぐらいのところ、しかも24時間だから、例えば、 この動画を編集し終わってアップしたのが仮に夜中だとしてああ腹減ったなと思ったらそこのスーパーに行けばお酒とかね 全部手に入るので、おつまみとか、なんていい場所なんだろうっていうね。で、さらに、スーパーにすらね、お酒ぐらいだったらスーパーにすら行く必要ないわけですよ。周囲にコンビニがあるので、まあ、ローソンが多分2個3、3個、個、あ、2個かな。ささっと行ける範囲で、あと、ファミマも2個、セブンイレブンも2個というですね、なんてありがたいところなんだから、これでもう衣食住と健康管理足りちゃうぞっていうところに住んでいるので、まあ、それが引きこもるわけですよね、って感じですよね。だから、もう本当にね、 プラも作ったりとかして、で、プラも作っても、例えば接着剤が切れたとか、あと、落下系塗料が切れたとか、まあ、落下系だけじゃないけど、あの、アクリル系とかエナメル系塗料とかが切れたぞーっていう時は、ヨドバシエクストリームで頼めば、早ければその日のうちに配達してくれるんですね、配送料ゼロで。で、さらに調子に乗って、例えば私、辛いもの好きなので、ちょっと鷹の爪が切れてきたなと思ったら、125円ぐらいの鷹の爪を、ペぺぷってヨドバシエクストリームで頼めば、 午前中頼めば午後に届いてくるんですよ。申し訳ないなとは思うんですけど、ほら、アマゾンって最近2000円かかるじゃないですか。あの、アマゾンプライムに年間2000円で加入してれば、1年間無料お届けみたいなことを CM でやったりして、なんてお得なんて言って、昔アマゾン全部タダだったのにね、なんか2000円でお得みたいな感じにすり替えようとしているかなって感じですけど。 ああ本当はアマゾンエクストリームじゃないやヨドバシエクストリームはアマゾンプライムよりもお得ですよただ品揃えはもちろんアマゾンよりは少ないっていうことはありますけれども結構ね食べ物調味料とかちょっとしたね1本90円の筆とかも私平気でおくめもなく頼んでますからねヨドバシエクストリームにねだからもう最近は もう、あの、カメラでーすって、あのピンポンピンポンって、あの、インターホンでね、言う言葉が、もう、ヨドバシカメラでーすって言わないでも、カメラでーすってはいはいって、ピーピーピーピ,ーピーって、マンションの,のオートロック開けたりとかして、入ってもらったりしてますけれども、いやー、すごい時代に私生きてるなーって思って、もう感謝感謝ですね、もっと長生きしたいですもんね、ほんと便利、世の中、便利に便利になりつつありますよね、時代はね。 だからそんな中、もっと長生きしないと損だぞって感じもしますからね、こんな簡単にね YouTube とかでね自分の言いたいこと、適当なことをアップ、ただでできるっていうのもありがたいですしね、そういった意味では、もっともっと世の中、もっと便利になっていくと思うので、その便利さもっと享受したいぞと思っている私は、そんな不健康に病気なんかになっているわけにはいかんぞなんて思っている、今日この頃なんですね。そういういことで えー、ごめんなさい、前置きがまた長くなってしまいましたけれども、今日も、えー、いくつかコメントにお返事していきたいと思っています。えー、バックはですね、まあ多分聞こえないとは思うんですけれども、マイルス・デビスのダーク・メガスがあ <laughs> iTunes 選曲してますね、「モジャ」ですね、1曲目のねかかってますけれどもね。まあ、昔の CD だとね、「モジャ」。 っていう表記になってるんですけど最近の CD だともうちょっとターンアラウンドフレーズとかもうちょっと細かい曲目が記されているようですね。私が持ってるのはあの日本版のなんか分厚い 二枚組 CD のやつなんですけれどもね。いや、やっぱり、まあ、ダークメガスはいいですよね。たまに聞くと染みてきますよね。あの、私、カフェモンマルトルというホームページというかブログというか、まあ自分のマイページ持ってるんですけど、昔、ダークメーガスは下町のもんじゃの香りが似合うみたいなわけわからないエッセイみたいなこと書いたりもしてますので、もし興味のある方、ダークメーガスが好きな方、並びにもんじゃ焼きが好きな方はですね、あの、カフェモンマルトル、 もんじゃダークメイガスとかで検索していただければ多分出てくると思いますので私のくだらないダ分にお付き合いいただけますととても幸いでございますさて、えー、じゃあいただいたコメントにそ少しずつお返事していこうかなと思ってます、えー、まずは、えー、長谷川浩二さんからですねこれはマイルス・デイビスはどれくらいマッコイ・タイナーのピアノを嫌っていたかというタイトルの動画にいただいたコメントです長谷川さんどうも書き込みありがとうございます良くも悪くもマイルスらしいですね でもそういう言い方しかしてないとやはり周りは怖がってイエスマンになってしまう空気にさせるからマイナスの音楽は好きだけど人としてはいわゆる芸能界の大御所みたいに周りにペコペコさせるタイプの嫌いな人物ですねそもそも日本のジャズ面でもそういう人は多いあそうなんですか、えー、どんなに耳がよくてどんなに聞くセンスがあっても必ず理解できないものがあるということを忘れた大御所はとても傲慢にしか感じない。 だから身の程知らずな知らずの僕は結構な大御所なジャズ面に意見してしまったりしたことも過去にありましたなんかその人にペコペコしている周りの人たちを見ていると気持ち悪くなって壊したくなってしまうって話が飛びましたが笑い。 でここまで読んで、え、大御所に意見したりとか、割と近いところに、ジャズのそういう大御所の近いところにいる人だよね、なんて思って、で長谷川浩二さん、どのような方かなと思って、えー、先ほどですね、検索させていただいたらですね、えー、サックスオカリナ奏者の方だったんですね、まあ、分あの同姓同名の方で違う方かもしれませんけれども、だとしたら、あ、そうなんですかって、存じ上げなくて、どうもすいませんでした。動画とかも。 後ほどですねチェックさせていただきたいと思いますけれどもいろいろなところで活動されてる方だったんですねミュージシャンの方からの書き込みだったんですねあだからそういう大御所に意見したりとかもしてした過去があったわけですね大御所って誰だろうななんて多分言えないだろうなってどんな意見したのかちょっと聞いてみたいなっていうか私意外と日本のジャズ界の現状ってあんまり知らないんですよまあもちろんねジャズマンの方々たちがまあ 教えているどっちかというと中央線ジャズ一派の方々なのかな <laughs> いわゆる明けたの店とかでよく演奏されている方々が中心に集まっていたい集まっているかもしれませんけれども現在もあの秋葉原にあるホットミュージックスクールでベースとかアンサンブルはだいぶ学生時代20代は長く習っていたことはあるんですがベースは23年かなでも。 あの板谷先生その後菊池さん菊池先生には含めるとアンサンブルは多分5年ぐらい習ってると思うんですよでそのホットミュージックスクールの講師の方々っていうのは、まあ、やっぱり全員ジャズマンでありでさらに中央線沿線のライブハウスを中心に活動していた方々たちが多かったような記憶があるんですねでそういう方々のあの なんか雰囲気みたいなのは私よく知ってるんですそれ以外の地域でのそのジャズマンたちの活動状況とか空気感っていうのはあんまり知らないんですけれどもそうなんです大所にどういう意見されたのかねただ昔聞いたことこれは大阪方面のジャズメンジャズやってる方から聞いたことあるんですけどやっぱり師弟関係というか先輩後輩関係まあ上下関係ってめちゃくちゃうるさい業界であることは確かみたいですよね まあ地域にもよるのかもしれませんけどまあでも芸能界とか特にお笑いとかもねやっぱり上下の差って先輩後輩の序列ってすごく厳しいって話もよくいろいろ聞いたりはしていますけれどもそれに近いような雰囲気は私感じましたねどういうことかというと例えばあるお店から演奏のオファーがかかりましたとその同じ楽器を演奏している先輩ジャズマンをさておいて後輩のジャズマンの方に 出演依頼が来てしまいましたと来ましたとで喜び悼んでその後輩ジャズマンはお店に来たあお店の入り口にやってきたら先輩がお店の入り口に立っていたそうです弁慶の仁王立ちみたいな感じでねで立っていて「お前俺より上手いと思うんだったら俺を押しのけてこの店のドア開けて中入っていいぞダメだと思ったら俺にやらせろ」みたいなことを言われたそうです。 怖いねでその方はどうされたのかは分かんないですけどまあまあって取りなされて多分中に入って演奏したんだとは思うんですけれどもそういうねあれがあるんだねだから後輩は暗黙になんか先輩を立てなきゃいけないというような雰囲気があるのかもしれませんねよう分からいませんけれどもだからもしそういうような空気感の中でそういう空気感の掟を暗黙の掟みたいのを破って 先輩に意見さされたたととしたら長谷川さんはなかなかか勇気のある方だと思いま,すまあ、どのような意見をされたのかも、ちょっと意見の内容、愚痴された内容もちょっと興味はありますけれどもね、まあ、もし差し支えなければですね、続報お待ちしております。で、ごめんなさい。また、あのまだ実はあのコメントの途中なんですね、続きを読んでみましょうか。えー、話は飛びましたが、かっこ笑い。で、マイルスをディスっている。 コメントにみたいになってしまいましたがマイルスの音楽は好きですマイルスと会話できる立場じゃなくて僕は良かったかもしれないです僕がそのインタビュアーだったら自分が好きなジャズ面をマイルスにそこまで言われたら絶縁して音楽も聞かなくなっていたカッコナンセンスでありますけれどもまあ音楽はマイルスの音楽も絶縁して聞かなくなったかもしれないから良い悪いは個人個人の感覚であって裁判官はいらない やはりマイルスもジャズ界にいがちなめんどくさい人だったのですねかっこ笑いまあそっかそういう日本のジャズ界にはそういうマイルスみたいなこういうめんどくさい人いるのかなあ,あいつのピアノは俺は好かんみたいなことを夜な夜な語り合ったりとしているようなジャズマンがいるんですかねまあねそういうめんどくさい人だとまあ日本のジャズ界にいがちなジャズ界にいがちなってことはまあそういう体験も 長谷川さん結構されてるんでしょうね。でもまあ結構 結構それありますよね。まあ我々、まあもちろん素人ですけど、ジャズ犬のが集まってもね、楽曲やってるメンバーたち集まっても、まあもちろんあれですよ、あのプライベートの席とか酒の席とかですよ、あいつうまいとかあいつ下手とかね、そういう話で盛り上がったりもしますよね。まあ一見非生産的ななんか、あの、サラリーマンの居酒屋の愚痴みたいなノリとまあ一緒かもしれませんけれども、これがまた結構楽しかったりするんですよね。<laughs> まあ無責任な発言をしながら、まあ酒を飲みながらワイ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 ですね。 言ったりもするわけですよ。でも、まあ、自分が好きなね、ミュージシャンを。 下手とか、けなされたりとか、すると、ムーッとなって反論したりとかね。まあ逆に自分が言ったことに対して、ね、あの、相手のこと傷つけちゃったりとか、それでまた反論されたりとかで、ごめんって謝ったりとかね、いや、そんなことないよってなったり、それがまたね、そのぐじぐじ、どうでも、まあすげえ非生産的なことなんですけれども、そういううだうだした、もうどうでもいい、好きとか嫌いとかね、うまいとか下手とか、ああでもない、こうでもないって言い合うのが、割と私は好きですね。<laughs> <laughs> あのもちろんあの責任のないポジションだからこそなのかもしれませんけれどもね、ど素人だからだと思うんですけれども、もしその業界で仕事をしているようであれば、ちょっと発言控えなきゃいけないと思うんですけど、まあ、一鑑賞者としての、ね、視点目線からするとあ、あの人のドラムいいよね、え、そうかなんてね、言ったりするの、昔はすごい楽しんでいましたね。 今も、今は割とね、そういうことなくなってきちゃって、割とフラットには昔に比べるとなってきた感じはするんですけど、年とともにだ,ぶだいぶ応用になってきた感じはしますけれどもね。だけど、ほら、若い頃ってそういう思い込み結構激しかったりするじゃないですか。もう突っ走っちゃって、もうジャズはこうでなきゃいけないみたいなね。これぞ ジャズだとか、これはジャズとして認めないみたいな、そういうね、なんか強烈なね、偏、ま、強、あ、な思い込みみたいなもの、確かに若い頃の私ありましたよね。今では、割とでもそういう時期の自分、なんて狭いやつなんだろうと思ったりもしますけれどもね、おいおい、こういうのも聞けよってね、タイムスリップできるんであれば、ポンって CD 差し出したいですけど、こういうの聞いた上で言ってよ、なんてね。でもまあ、 そういう時期も必要なのかなとも思ってはいますけどもでもやっぱりこう楽しいんですよねやっぱりインタープレイじゃないですけどコールレスポンスじゃないですけれどもこう自分がこう発言した内容に対して相手がえそうかとかねいやそうだよねなんて響いてくれるとどんどん話が発展してくんですねだからその話,して話の内容そのものつまり結論とか着地点とかそういうのなしにどん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 ポン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 こう相手の 出てきた会話のジャムセッションなんてかっこよすぎますしそんな高級なもんではないんですけれどもだから私が今このようにコメント返し楽しんでいるのはやっぱり自分で何から何まで今日はこれを話そうこういう内容でこういう内容でってあらかじめなんとなく設計図みたいなものをぼんやり作った上でそれにのっとって話すよりも 視聴者の方のコメント、ポイって投げかけられたコメントに対して、じゃあどう反応して喋るのかって、その過程が私楽しかったりもするんで、だから、やめられない、止まらない、コメント返しっていう感じでね。で、あのー、私の喋りが、まあ、うざいという方は、まあね、チャンネル登録とかしないで、まあ、 外しして聞かなければいいいと思いますし好きな方だけ登録して聞いていただければいいと思いますしそれで賛同した方とかね何か思ったことがあればコメントしてくださればいいみたいな良い循環がなんとなく最近生まれつつあると思っておりますのでまあそれは感謝感激なんですけれどもあ,あごめんなさいまた個人的な話になくなっちゃって申し訳ないですねまだ長谷川さんのコメント紹介しきっておりませんえまあマイルスもジャズ界にいがちなめんどくさい人だったんですねかっこ笑いでマ,イルスがマッコイのピアノプレイを ごめんなさいちょっとあれマイルスが、えー、マッコイのピアノプレイを嫌う理由はなんとなくよくわかるのですがね確かに合わないと想像できますでもマッコイのピアノは個人的に好きですね僕はコルトレーンがマッコイを好きなのもよくわかるしマッコイのピアノ塗料でモードじゃなくてスタンダードやブルースやバラードなんかは絶品だと思います長文失礼しましたはい 以上が長谷川浩二さんからの書き込みでした。長谷川さん、えー、コメントどうもありがとうございます。最後にね、こうマッコイのモードじゃないスタンダードやブルース表現してるのあのバラードとブルースの夜なんかすごい私好きですよね。あとニューポートでああ、ごめんなさい、ちょっと。うん ゲップが出そうになったのでこらえました。えー、とかってやるとね、聞いてる人、およってなっちゃいますからね。<laughs> えっと、まあ、ゲップといえばそうそう、メタリカのコンサート昔行ったことあるんですけど、あの、本当ビール飲みながらね、ライブしまくってて、それですごいいいタイミングで、 ゲップするんですね、ジェームズ・ヘッドフィールドね。じゃザザ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 、タンって一瞬止まって、えー、とかって、それまではズンダカダンダカダンダカダンダカって止まって、えー、とかって <laughs> あ。ごめんなさい、まあ、ゲップどうでもいいんだけど <laughs>、うん、ちょっとゲップこらえました、すいませんです。そうそう、あの、バラードの夜、ブル,ブルースとバラードの夜、あれ、バ,バラードとブルースの夜だったけど、ちょっと <laughs> あの、クラクテリーが参加してるニューポートのやつとか、私すごい好きで、やっぱり、え、本当に同じ人なんかいなと思うぐらい、マッコイのピアノの、 表現って違うんですよねなのでもちろんあの強靭なタッチマンをガン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 バンバン叩きまくるのもマッコイの、まあ、本質的な表現スタイルの一つではあるんですけれどもコルトレーンは多分そのマッコイが持っているその10個ぐらいこう持っている技の中のそのうちの1つをもっともっと拡大バージョンアップさせてもっと強調させて。 もっと研ぎ澄ますような感じで表現するようにどん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 導いていったディレクションしていったんじゃないかなと私は思ってるんですねだからまあそれ以降のマッコイはコルトレーンが亡くなった後のマッコイのピアノを聴くとちょっとやっぱりなのかな皆さんがの期待に応えようとするのかなまだアリシヒのコルトレーンのバッキングを務めていたマッコイ・タイナーっていうねセルフコピーというかそういう過去の自分を きっとおそらく多くの聴衆の方は求めているのかもしれないだとしたらエキサイティングかつバイタル,バイタルなピアノを弾かなければいけないんじゃないかなというようなあの思い込みに結構とらわれちゃってるような感じもするんですよねあるくまで個人的な感想ですけどだからそれがいい具合に働いているのとちょっとくどいんじゃないっていうふうに。 働いていてるるアルバムもあるんですよねただ個人的には私ね「フライ・ウィズ・ザ・ウィンド」とか「サハラ」はとっても好きです。でもあとはね「ちょっとやりすぎ弾きすぎだろ」うってアルバムもあったりはするんですでもそれもまあ真っ恋だなって、まあ、我々がなんとなくイメージするッっイタイナー像を 結構愚直に演じじじててるるんんゃなないかなって感じもするんですでね時にはもう少し全然違う柔らかいバラードとかも弾けばいいのに絶対弾ける人なんだからなんて思いますけれどもねだから他の動画でもね話しましたけれども多分ラストアルバムとなるサンフランシスコでのねソロピアノのライブなんかはとにかく鍵盤バンバンと。 とこころろどにミスタッチがあるんですけどかつての、まあ、多くのお客さんっていうのはやっぱりマッコイタイピアニストマッコイタイナではなくてコルトレーンカルテットにいたの一翼を担ったピアニストマッコイタイナっていう期待でお客さん来てるようなところもあるんじゃないかなってマッコイタイナ自身思ってたのかもしれませんねだからね今やったりねインプレッションズやったりとかしてあインプレッションズや,やってた,たような気がしますごめんなさいうろ覚えで。 だか,かつてのコルトレンナンバーを演奏したりとかもしながら多分お客さんが求めているものに応えようとしているような節もあるんですよねだけどやっぱり体力的な衰えもあったりもしますしあとはまあどうなんでしょうね 感性的な衰えももしかしたらあるのかもしれませんけれどもかつての華やかかりしい頃の自分に近づけようとちょっと無理するあまり体がついていかないような思いと体の不一致みたいなところが出てしまっていて、まあ、そこがまた私は後期バドパウエルを聴いているかのような愛おしさも覚えたりもするんですけれども、まあ、そのようなちょっと なんか接続しきれていないもどかしさみたいなものそういうものを感じてしまうアルバムもあったりもしますけれどもねただ本当に長谷川さんのおっしゃる通りそのコルトレーンから離れていた時の特に若い頃のねあのあれですよ特にほらジャズ・デッドベニ・ゴルソンとかとやってる時のマッコイ・タイのピアノとかも私はとても好きですねだから、うん、ブルースやバラードなんかは絶品だと思いますという意見にはとても賛成ですということで長谷川さん えー、コメントどうもありがとうございました。もしよろしければ大御所教えてください。大御所にどのような意見をしたのかも教えてください。<laughs> というわけで、えー、次いきましょう。これはジャズ評論家、岩波洋蔵氏のセシル・テーラー表という画像,画像じゃないや、えー、動画にいただいたコメントですね。ズーカーロさんからですね、ずうん、ズカロさんですね、ZUKAR を読みます。 カフェモンマルトルのレナが私の中ではベストです。ライブでも生の音を聞きましたが身も蓋もなくかっこよかったです。どんよりした時間が少なくとても聞きやすかったです。あそうなんですか。あ、安塚郎さんコメントどうもありがとうございます。生でセシル・テイラー聞いたんですね。うらやましいな。で、おっしゃる通りね、私ね、カフェモンマルトルのライブね、コンプリートカフェモンマルトルの中でも、私はやっぱファッツニューとか、 レナとかすすごい好きですねホワッツニューの場合はかなりちょっとハードバップの面影を残しつつ何か新しい スタイルを模索している新しいあの水戸の領域に突入仕掛けている雰囲気が私好きですけどもその水戸の領域に突入しちゃったのがレナとかだと思いますネフェルティティとかもう細かい細かいサニーマレーのドラムは細かいしねであの蜂がブン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 細かく細かく細かく横移動1ミリずつあの左1ミリ横2ミリで縦5ミリとか細かく蜂のようにですねあの縦横無尽に。 移動しまくるジミー・ライオンズのアルトサックスもいいですしセッシルテーラーのピアノも細かい細かい触手がどん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 無限増殖を繰り返しているっていう感じがしますよね細かいアメーバのような先端にある触手、アメーバは先端に触手ないですけど細かい微生物がどんどん細胞分裂をしながらどどどどんんんん増えていくっていうね。その なんか増殖感がもう背中ゾクゾクゾワゾワしますね。ほんとスリリングだと思いますね。だから私の個人的な愛聴版は、まあ、セシル・テイラー、まあ、最高傑作と言われているあのジャズ・コンポーザーズ・オーケストラももちろん大好きですけれども、個人的な思い出が強いのがやっぱりカフェ・モン・マルトルのね、セシル・テイラーだと私は思って、私の場合はそれが一番思い出強いアルバムですね。だから、 冗談半分で私のホームページの名前もカフェモンマルトルとつけてるんですね。っていうか、それはあの実はまあ話すとなくなるので短くしますけど、昔やってたバンドのファンクラブの名前を冗談半分でカフェモンマルトルってけて、でそれを踏襲して分かりやすいようにってことでつけた、ホームページの名前につけたのカフェモンマルトルだったりもするんですけど、じゃあなんでそのバンドのファンクラブみたいなね、集いの名前をカフェモンマルトルにしたのかっていうと、パッとひらめいたのがセシル・テイラーのカフェモンマルトルのファッツニュとかレナとかはね、 ネフェルティティとかの音だったわけですよ。全然そんなことやってない。テクノバンドでしたけどもね。全然 <laughs>。だからそのギャップがいいかなーなんて思ってね、カフェ・モンマルトルというね。だから、もちろんね、あのー、他のジャッキー・マクリーンとかも名演繰り広げている、名門ね、コペンハーゲンにあるね、ジャズハウス・モンマルトルありますけれども、そこでライブ、 繰り広げたミュージシャンたちの名演っていっぱい残ってますけど、いや、いいですよね。なんか、ニューヨークはビレッジヴァンガード5スポットだとすると、ヨーロッパはカフェモンマルトルですよと、あとサンジェルマンですよ、って私は思っています。えというわけで、ズカロさん、コメントどうもありがとうございました。で、次が、ソソス、え、え、え、ソソスソホさんですね。おすすめガンプラ、ハイグレードガルマ専用ザク、元層でも結構いけるという動画をアップ。 したんですよ昔はなぜかね まあその頃の私はまだちょっと YouTube 始めたばっかで瞑想していてちょっと錯綜しているところがありまして今はチャンネル名ジャズな話にしてるんですけどとその時はあのカフェモンマルトルっていう名前でやっていた記憶がありますなぜかというとま YouTube でも始めてみっかって軽い気持ちでじゃあ何話すかなあそっかそっかカフェモンマルトルっていうホームページとかブログ私書いてるからそこに書いた内容を喋ればいいんだ音版カフェモンマルトルにすればいいやってことでだから まあもちろんねジャズの話が一番たくさん多くを占めているんですけどその記事の中ではだけどプラモの記事も結構書いてるからたまにはプラモの話もしないとカフェモンマルトルらしくないななんて思ってそれで あの、時々はですね、全然ジャズとは関係ないプラモの話だったりとか、あと心霊写真の話とかも、なんか2回か3回、中岡俊也の心霊写真集の話、3時に会いましょうの話とか、あと、太宰治の橋でメロスに対してのツッコミとか、なんかちょっと錯綜して、錯綜想というよりは、 切り口というか手応え探っていたのかもしれませんね。いろいろと、まあ、自分が喋れること、とりあえずいろいろ喋って反応いいやつを中心に広げていけばいいかなっていうことで、まあ、たくさんちょっといろいろと話題をまいていた時期の動画だったと思います。で、その一つが、まあ、ガルマ専用作。まあ実際劇中でね、ファーストガンダム、あの機動戦士ガンダムでに登場する あのメカでではないんです後付けの設定だとは思うんですけれどもねガルマは大体ドップに乗ってましたけどねで最後はガウ輸送機だったのでただおそらくデモンストレーション用にっていうことで、まあ、あのジオン家のねあジオン家じゃないザビ家の四男のやっぱり名家のお坊ちゃんが乗るで指揮官でもあ,るありますからね北米のね北米全域に渡るこの指揮官が。 の象徴的な繊維功用的にやっぱりジオンの当時の象徴あるあるもうメインとなるですね主力兵器ザクをちょっとドレスアップした感じのちょっと性能アップさせたザクもあったに違いない的なザクが後にバンダイから発売されましてですねでちょっと違うのが頭部に4連装のバルカン砲がついてるってこれがまたいいんだよね。ザクの頭って結構な 局面なんですよ。そこにピンバイスで4つきちんと均等に穴開けを落とするとかなり難しい技術がいるんです。私にはとても無理なんですね。それをバンダイから発売されたってことはもうとっても私にとっては狂気乱舞でしたし、あとはあれがついてるんですね。マゼラトップ法がついてるんですね。マゼラトップ法というのはあのガンダムのね、特に初期あのホワイトベースが 地上に体験突入して地球上に行った時にしょっちゅう登場,登場した戦車なんですけれども要は下は戦車なんだけど上は砲塔の部分は飛行機にもなるみたいなね戦車の車体から分離して空中を飛んで手法を打つとでその手法がマゼラアタック法なんですけどそれがそれを 戦車の部分の砲塔の部分を取り除いた部分がマゼラトップ砲って確か言うんですよね。で、それが付属で付いているんですよね。だから、ザクの標準的な装備、もちろんあのヒートホークとか、あとは、あれだ、あのザクマシンガンとかは付属してるんですけど、キットに。それだけじゃなくてね、マゼラトップ砲っていうのも付属しているところが、ちょっとマニア心をくすぐるようなね、キットなわけですよ。まあ、全然知らない人は何言ってか分かんないかもしれませんけど。<laughs> でも それを作ってみてみななかなか成形色がいいんですねつまり最初からこうあの流し込まれるで固まってるプラスチックの色がとても綺麗な色なんですよなんかニンジンジュースキャロットジュースのようなピンク色オレンジピンク色のような色がとっても美味しそうな色なので私の場合まあたいプラモを作ったら塗装するんですけれどもこれは塗装しないでもいけるよとつや消しトップコート吹くだけでもかなり締まった内容っていうかルックスに なりますよっていうようなものを作れたのでそれに対しての話だったと思いますけれどもそれで「お全く同感代弁してく,くれて感謝です」という書き込みをですね「そそすそほさんから頂い,いているんですよ、ね、全く同感もうこの動画で私何話したか全然覚えてないんですけど全く同感って同感してくださいましてどうもありがとうございます。 えー、代弁しててくれて感謝ですしかし砂漠専用ザク良いですねそう砂漠専用ザクはいいんですよ砂漠専用当時私 HG のね HG っていうのはバンダイから出ている144分の1スケールの,あのシリーズの名前なんですけれどもガンダムのねガンプラなんですけど HG 特に HGUC ハイグレードユニバーサルセンチュリーっていうのが宇宙世紀物に登場する モビルスーーツのシリーズなんですけれどもね宇宙世紀っていうのもガンダムってほんといろんなバリエーション種類があって全然異なる世界の話もあったりもするんですよね例えばガンダムシードはまた別な話世界の話ですしあとはあのガンダム00なんかも2300年24世紀か23世紀ぐらいの地球上での話なんですけど宇宙世紀っていうのはほら宇宙世紀0079みたいなナレーションで始まるいわゆるシャーとかアムロが登場する時代ですよね。だから作品で言えば 機動戦士ガンダムあとはそこからのスピンアウトあの陸戦型ガンダムが登場する1年戦争の間の話をあと2つ挙げるとするとあれだあのポケットの中の戦争だったりとかあと第08小隊だったりとかでその3年後の話で W83 のスターダストメモリーでしたりとかでその後ゼータガンダムでしょあとはダブルゼータガンダム。 とかあと「逆襲のシャー」だったりとかねでその後、まあユニコーンガンダムガンダム UC」そして今年公開されるあこの間そう試写会見に行ったんですけどなかなか良かったですよすごく絵が綺麗でみたいな、まあ、あとストーリー通りでなんかすごくうまく解釈されてるなって気がしましたけれどもねあの先行のハサウェイつまりブライト・ノアの息子つまりホワイトベースの館長のブライトさんもほら未来シ島と結婚してそれで,で あのハサウェイとチェイミーだっかチェかチェンニーかちょっとごめんなさい忘れましたけど2人の子供が生まれるわけですよ。それでまだ子供時代の,あのハサウェイとかチェンニーが逆襲のシャアで登場するんですけどもねそれであのハサウェイは宇宙に行ってお,お父さんのブライトが指揮をするねネイルアガマーじゃなくてラー・カイラムかあの戦艦ラー・カイラムに登場しでジェガンで勝手に出撃しであの チャーの方に寝返ったクエスっていう子が乗っているアルファージールっていうモビルアーマー撃破しちゃうんですけれども <laughs> まあちょっとねあのゼータガンダムに登場するカツみたいなキャラクターでちょっと無鉄砲でなんか生意気な口を聞くキャラで私はあまり好きではなかったんですけれどもそんなハサウェイも 2何歳かの28歳ぐらいかな20代後半ぐらいの青年に立派に成長しておりましてそれがあれなんですよね先行のハサウェイなんですけれどもその先行のハサウェイではなんと反連邦軍組織のですねあれまあゲリラ戦を展開する親玉なんですよねで表向きはあの一応連邦軍の植物観察官みたいななんかすごい穏便なあんまり前最前線にいるような役職ではないんですけれどもその実ですね 実は腐敗した連邦軍の不正をこう粛清するゲリラ組織部隊の親玉みたいなね <laughs> みたいなとい親玉なんですけれどもそれでまあ最後はまあね あれなんですけどあれって言わない方がいいと思うんですけどっていうかまあ小説読んでる人はみんな結末知ってるとは思うんですね先行のはずも,もう20年ぐらい前のしもっと前かな前の小説なんですけどもねあのガンダムの原作者の富野義行さんがお書きになられたれで小説なんで、まあ、ちょっとその文体に癖があるので文体になれないと。 なかなか没入していけない世界観ではあるんですけど慣れちゃうとどうということはないという内容なんですけどそれを読んだ人がやっぱ先行の「ハウェイを見るとその思いも格別なんじゃないですかねなんて思いますので、まあ、ガンダムファンの方はおすすめします特に宇宙世紀物が好きな方だったりとか逆,シャーが好き、まあ、逆襲のシャアが好きな人その後日談知りたい方とかであればまあねアムロとかシャアは登場しませんけれども まあ、ガンダムも、まあんまり登場するガンダムそういうあんどちらかというと人間物語なので、まあ、モビルスーツ戦は、まあ、モビルスーツも映画ではかなりかっこよかったんですけれども野、まあ、戦でね第1回目あ3回に分かれてるんですけれども第1回目のやつは、まあ、人間模様を中心に見た方がいいかな。あの もちろん、ね、モビルスーツもすんごいリアルになってるんですけど描写が。だけどちょっと野戦であんまり輪郭はようわからんぞみたいなね <laughs> ところもあったりもするんですけれどもでも今野、ま、戦ってロマンですよねなんとも言う、ま、そんなことを、ま、軽々しく言うべきじゃないかもしれませんけど、ま、映画の中での世界とかはねだからほら、割とあのまた話飛びますけれどもアニメだと「ほら、荒野のキ飛行隊」っていう、ね、女の子ばっかりが日本の戦闘機に乗って戦うアニメが。 一時期オンエアされたじゃないですかその第1話が私とっても好きなんですよねなぜかというと夜戦なんですよ夜間の空戦なんですよねあの0戦32型とハヤブサが戦うんですけどもなかなかね描写は良かったなと思いますまあすいません話が飛びまくりました、ね、そう砂漠用作いいんですよね砂漠用に塗られた特にジオン残党っていう言葉に私はとってもあの心震えるアホな人なんですけどほら0083あの コウラキが主人公のやつですねそれだとほら一応一年戦争連邦軍とジオン軍の戦争はジオンの敗北で終わったんですけれどもだけど地球に降下したジオンの兵士たちはまだまだこう戦力を温存してアフリカに隠れてですねそれであの連邦軍に対しての反撃の機会を伺っていたりしているわけですよい,いたわけですよそれで襲撃をするんですけれどもその中で ドムトローペンっていうのが私とっても好きでですね、ドムをもうちょっと砂漠用に改造したようなかっこいいモビルスーツがあってですね、この間ドムトローペン作りましたよ、シツルムファーストっていうね、パンツァーファーストみたいな対戦車砲、歩兵が持つようなね、武器があるんですけど、バズーカみたいなものなのかな、筒の先端にちょっと大きいね、なんていうのかな、ミュートトランペットを2つくっつけたような、ミュートトランペットのミュートを2つ合体させてくっつけたようなものを、あの、 筒の先にくっつけて発射するやつねそれのモビルスーツ用のやつシスルムファウストっていうのがキットには3つぐらい付属していてそれを無造作にランダムに腰にくっつけるとかっこいいんですよねまあどうでもいいか <laughs> まあドムトローペンも男のロマンですよなんてどうでもいい話すいませんえ長くなりましたけれどもまあそれぐらいたった3行の書き込みでもですねソソスソホさんの書き込みがとっても 嬉しかったのでついつい長話してしまいました。どうもありがとうございます。えー、じゃあ次のコメントいきますね。次が正幸向さん向井正幸さんからのコメントです。これは、えー、コメント返し、好き、嫌い、トランペッタージャズ指導者ウィントン・マルサリスというタイトルの動画にいただいたコメントです。読んでみますね。 ハウススオブトライブスいいですよねあ。確か私この動画でハウス・オブ・トライブスいいって話したんですよね。熱気があってノリノリでみたいな。動画で見るとさらにいいあれは気心知れた聴衆とのアットホームなウィントンのノリノリ感がいいですね。ウィントンがあんなに誹謗中傷されるのはテクニックがあるのにいまいち面白みに欠けるからという人が多いですが目立つ生意気な発言をする上に注目される存在であるからだと思いますね。 面白みに欠ける奏者やテクニックだけは達者な奏者もたくさんいるのにそういう人たちは別に批判の的にはならないですよね。ジャズは自由だと言いながらウィントントのの自由は許さなないのって何なんでしょうね。かっこ笑いそしてジャズマスターたちは皆偉大なる先人を尊敬していてウィントンもジャズの伝統を大事に継承しようとしている何が違うんでしょうか ウィントンのインタビューを読むとウィントンがいかにジャズを愛しているかがひしひしと伝わってきますウィントンのスタイルを好きか嫌いかはあるにしても批判するのはちょっとお門違いだと感じますという書き込みコメントでございました、えー、ありがとうございますハウス・オブ・トライブスいいですよねただ映像私見たことないんで YouTube にアップされてるのか動画あれば後で見てみますねあれね本当 観客の掛け声とか、ええー、とかも、あの拍手とかも演奏の一部ですよね。だから、ウィントンのテクニックとか、あ,れあと、バンドの演奏の卓越さが、とっても良い方向に作用しているアルバムだと私は思っております。それで、ほら、ウィントン嫌いの方の発言とかね、見たり聞いたりすると、まあ、すべてが、おっしゃる通り、 でではあるんですよあの演奏うますぎるだったりとかね生意気とかね態度が生意気とかあれ説教臭いとかあとまああげれば満員ににとまがないんですが一時それはごもっともなんですけどどれも一つ一つがちょっとねあの決め手に欠けるというかまあそれも全部理由のワンオブゼムではあるんでしょうけれどもそれ以外の何かがあると思うんですよ本当にね向井さんがおっしゃる通り何か他に うん違うぞって思わせるような何かはきっとウィントンの演奏あるいは外見だったり動いてる姿だったりとか演奏姿だったりとかいろいろ発言とかね何かあるんでしょうけどそれトータルしてなんか違うぞーって感じるのがきっとおそらく年配のジャズマンあジャズ好きの方ジャズファンの方になって ばなるるほど多く感じるんですよねだからこそあのウィントンの「違和感」というねサムネイルに書いた動画も以前アップしたことがあるんですけれどもそれをやっぱり理解するためには何か違うその何かっていうのはひ一言で言えないとは思うんですね。だからこそ私はぜひですねその違和感の正体は何かっていうことを、えー、知りたい人がいらっしゃれば。 やっぱりね、中山泰樹さん元スイングジャーナル編集長であり「でマイルスを聞け」の翻訳者であり日本一のジャズモノでありあとジャズ、えー、評論家でありながらもい意外にあの禁煙の本とか氷で禁煙の本 <laughs> 出したりとか <laughs> あとはクワタを聞け「サザンの桑田を聴け」っていう本を出したりとかボブ・ディランの本も出したりとかもしている方が最後にお書きになられた。 あのウィントン・マルサリスはジャズを殺したのかという本を読んでいただきたいと思うんですよ。で私はこれを読みましてそれで感想をですねカフェ・モンマルトルにですねアップしてますねそこで要約もうちょっとしてるんですねどういう内容なのかって。興味ある方はぜひ本を読んでいただきたいんですけど、まあ、ちょっと本を読む前にちょっと概要知りたいよっていう方がいればですねカフェ・モンマルトルにアクセスしていただければ 検索ボックスがあるんですね。そこにウィントン、中山康樹みたいなね、あのー、言葉、キーワードを 入力していただければ多分「中山康樹は何と戦い続けたのか」というようなタイトルの記事があると思いますのでちょっと長々と書いてるんですけども自分なりに結構頑張って書いたつもりなので, <laughs> でまあ頑張って今となればみたいなね読んでいただけると幸いです実はそのウィントンに感じる違和感の正体みたいなタイトルの動画はこの私が書いた記事をベースとしているんですね。 それを叩き台に言葉でで語っていたりもすするわけですよで結局中山さん何と戦っていたのかっていう、まあ、前半がウィントンの違和感で後半はで結局中山さんの仮想敵は結局誰だったのかっていう大きく2部構成への 記事になっているんですけれどもそれを読んでいただければ中山さんがひも解こうとした我々日本人が感じている違和感の正体みたいなそれ生い立ちから遡ってるんですねで私も生い立ちからあなるほどねと思いましたつまり生い立ちがニューヨーリンズだから云々ではなくて生い立ちというよりもその場所の生い立ちというよりも生まれた時代あと生まれた環境つまり もうニューオーリンズと言いつつもジャズがほぼ全く流れていなかった環境で生まれ育った少年からの話なんですねつまりある意味断絶されてるんですよねジャズの流れみたいなものがねもちろんお父さんのエリス・マルサリスはジャズピアニストだったんですけどもねホテルのラウンジとかでピアノを弾いてだけど大体年頃の男の子ってあの親父の職業に興味ないじゃないですかそれと同じような感じでウィントン・マルサリスは アーースウィンド,アンドファイヤーの方に熱中していたと初めてジャズをしたのはお父さんの演奏ではなくてスヌーピーテレビでやってたスヌーピーでジャズらしいものを知ったというねそういう生い立ちから追っかけているわけですよ。そこからあのウィントンのこうど,んど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 んニューヨークに進出してその後どうなっているのかって足跡をたどることによって少しずつなんとなく我々が感じている違和感みたいなものがなんとなくですけれども これだって一言では言えないんですけれども紐もといていかれるようなひもといていくようなね内容の構成になっているんですねだから読んでいてあたかもなんかノンフィクション、まあ、ドキュメンタリー番組でそういうのを見ているような感じがしましたね丁寧に追いかけて結局なんだって結論は提示されないんだけれども 我々が頭の中でそういう推測したり考えたりするそういう楽しい時間を提供してもらえる情報はとってもねたくさん提供してくれてる本だと思うんですね。だから一読おすすめしたいと思いますよね。だから今ねそういえば私それで思い出したんですけどもあのちょっと前なんですけどねあの文春から出た「 前山仁さんちの分厚いね、ロッキードって本読んでるんですけど、ちょうどね、今日ぐらいで3分の2ぐらいまでようやく読み終わったところだったんですけど、今のところまだ結論出てないです。多分結論出ないまま終わると思いますけど、つまりロッキード事件の真相に迫るというね、いろんな証言だったり、記事だったりとかもう、あと当時の出来事とか、 あと時代背景とかをいろいろパズルのように組み合わせながら真相を読み解いていこうという試みの本なんですけれどもまあ多分ですけれどもまあ読んだ方もたくさんこれ一時期話題になりましたからねあの評判になった本なのでじゃあ俺も読まなきゃなーと思って積んどくでまあ遅ればせながら今頃読んでいるんですけれどもね「<laughs> ロッ六喜怒」これはなかなかねいい本というか面白いですよね、うん、あのほら あれでハゲタカ書いた人ですね前山さんねだからねだからというわけでも全然ないんですけれどもすごく丁寧に即席を追っかけてるんですよいろんな角度からですねあの6キロにまつわる出来事6キロ事件にまつわる出来事あと田中角栄の生い立ちとかね児玉義雄に関してだったりとかいろいろあとウォーターゲート事件のニクソン大統領だったりとかまあ当時の あのロッキードだったりとかあとライバル会社の、ね、マクダネル・ダグラス社だったりとかいろいろと調査して調べているんですよね調べているというかその当時の新聞記事とか雑誌記事をあの参照していることが多いんですけれどもでもその並べ方によっては見え方違ったりするじゃないですかだからそれをねあたかもこう紐解いていくで結局ロッキードは何だったのかっていうのはおそらく我々読者の 頭の中に委ねられるような形で終わるような気はするんですけれどもでも私それでもいいと思うんですねそういう楽しみがあるからこそジャズを聴く楽しみもあるんじゃないかと思いまして話飛びますけどねジャズもズバッと結論を求めなくてもいいと思うんですよああでもないこうでもないとねいろいろ頭の中で考えたりするモヤモヤするちょっと なんかくどいかもしれませんけれども <laughs> うんこ,うこうなのかなああなのかななんてねまあ一番いいのはそのジャズマンに直接聞くのが一番いいかもしれませんけど多くの方はもうお亡くなりになられてますし外国の方が多いですしでさらに演奏している人自身もあの時はどうだったのかって正確に自分のその何年何月何日どこどこで演奏して収録したこと時どうですかなんて聞いてもわからないと思うんですよ思い出せないと思いますしだけど そういうい周辺の、ね、状況からいろいろと推測を重ねるつまりパズルのピースを少しずつ集めていってそれでパズルのピースを自分なりにこう並べていきながら自分なりの。 感想、ジャズ感みたいなものを少しずつ形作っていく過程っていうのが楽しいですし、だからこそジャズファンはめんどくさいって言われるのかもしれませんし、あるいはジャズファンで結構読書家の方、あくまで私の体験値に基づきますけれども、読書を好きな人が多いような気がしますし、まあ、学、インテリな方が多いような気がするのは、 比較的そういう推測する楽しみあと延々とこう謎解きをなんかだらだらと結論が出ない楽しみみたいな考え続ける楽しみみたいなものをもう持っている人そういう余裕のある人が割と フリージャズととかかが好きなななんじゃい思全てのジャズ好きな人がそうとは言い切れませんし一口にジャズと言ってもいろんな種類がありますからねこの2分3分で終わるようなジャズボーカルとかもあればほんと1時間もこそ長尺演奏もあったりもしますし。 まあ,ね、あとはジャズで培われてきた編み出されてきた技法をうまーくポップスに移植してそれでまあポップスとして生き残っているものもあったりもしますね一概には言えませんけれどもまあここら辺のジャズみたいつまり私がよく紹介してるあたりのジャズのこのテイスト雰囲気が好きな人まあハードバップだったりとか新主流派、まあ、モードジャズだったりとかねあとはあのー まあ、いわゆるフリージャズみたいなちょ無調になってきたりとかそこら辺のエリアが好きな人って割とそういうの好きなんじゃないかなと思うんですよねジャズに限らずいろいろな状況情報とかをピースのごとくかき集めて点を線につなげていく楽しみみたいなねでゆっくりと結論が出なくてもいいでも少しずつ何かあの自分の中で少しずつ仕込んできた 点みみたいいなものを少しししずつ線にしていく楽しみで自分の考えを時には忘れたりして他のジャンルに浮気とかもしながらも少しずつ少しずつ脳の中で熟成させていく楽しみみたいなものを持っている方とは多分私話し合うんじゃないかなと思うんですよね。<laughs> で,でまあズバッとね明快に結論は仕事の上ではねあの出さなきゃいけない 思うんですよ大体多くの仕事っていうのは締め切りありきですもんねどんなあれでもねまあ私の場合だったらあの昔出版だったので。 やっぱりほら発売日ってありますがだからそうすると考慮日って決まってるわけなのでその考慮日に合わせて何が何でもこう取材したり記事書いたりとか手配したり印刷所手配したりとかデザイナーいろいろなやり方私、副編だったのでデスクだったのでとにかくいろんな人たちと、ね、やり取りもしながらもう締め切りスケジュール管理の鬼とかしてましたけど。 まあ、仕事面ではねあのそれでその前は CM とかの、ね、テレビ局納品とか代理店とやり取りしながらいろいろやってたりとかも,もう締め切り締め切り締め切りの嵐だったん、ね、でその反動かもしれませんね締め切りのない締め切りなくてもいいんだよみたいな自分なりにもうわーっとゆっくりとこう自分なりの世界を形作ってもいい 許されるそういうことが許されるであろうジャズの世界にますます引き付けられていったのは、まあ、多分自分にある程度ね裁量権みたいなを持つことができて比較的自由に自分の仕事をコントロールできるようになった、まあ、20代後半ぐらいからですもんねあの再び学生時代に演奏で に没入しジャズに没入していたんですけれどもそこからしばらく遠ざかってテクノバンドとかやり始めたりとかねしてチャカポコチャカポコ打ち込みやったりとか自宅で、あのー、何度かこの動画でも下手くそな演奏、ね、発掘音源としてアップしたりとかもしましたけれどもそういう自宅でいろいろ楽器維とかしてたのがまた再びこうジャズの方に戻ってきたのっていうのは多分その。し 仕事の領域が増えてでかつ仕事の領域が増えれば増えるほどつまり何か管理しなければいけない要素,要素っていうのが増えるわけですねで管理しなきゃいけない業務タスクが増えれば増えるほど全てが締め切りがあるわけですねだから全てがカウントダウンあのカウントダウンの中ですべて結論を出さなきゃいけない納期を遅らせてはいけない絶対入校しなければいけないみたいな中でまあ目に見えないストレスがいっぱいたまってたんですよねだからこそ 締め切りのない世界結論の出ない世界の,あのジャズの方にまた舞い戻ってきたのかなと今となって今話しながらなんとなくつながりましたね。だからこそあの私が、えー、30になるちょっと一歩手前の1999年にそのカフェモンマルトルというホームページをアップしてそれで好きなことをアウトプットしてそれが。 結構自分にとってはスストレス解消になななっててたんだななんだ思いましたねでいろいろまあウルトラマンの話とか仮面ライダーの話とか書いてる中ジャズの話も少しずつ書き始めであのジャズについて書いてるのが反応良くなったから、まあ、だんだんジャズについてどんどん深掘りしていくようになっ,たなって現在に至るって感じですけれども。 あごめんなさい。どんどん話が自分のことばっかりになっちゃってますけどね。ウィントンの話でしたね。なので、えー、ウィントンのその違和感みたいなものね。まあ早急にね、結論、こいつは生意気だからだとか、うますぎるからだっていう一言に集約された方がかっこよくてスマートかもしれないかもですけれども、でもいろんな要素があるし、その何とも言えないこう時代性だったり、時代背景老生い立ちだったりとか、いろん んな要素が絡んでウィントンのこう評価がなんとなく共通認識としてあの出来上がってしまったのが日本人の多くが感じるそのウィントンの,あの雰囲気みたいなものを認識理解なのかもしれませんね。ただアメリカでは全く認識違いますよ、まあ、当時ね私学生時代だったウィントン・マルサイスが何出した頃かな。あの うんと「スタンダード・タイム」ボリューム2はとっくに出していてボリューム1かボリューム1とっくに出して「スターダスト」あたりだったっけかな出してたのその頃ちょっと私アメリカに行ってた時あの学生ねであのジャズが好きな学生たちともちょっとセッションやったり交流してたりしたんですけどあの本屋さんで。 あのジャズ名盤ってやっぱアメリカにもあるんですよ名盤ディスクガイドみたいなやつなぜかローランド・カークが大きな表紙として写っているジャズ名盤ガイドを買いましたそれでびっくりしたのが日本のジャズ名盤ディスクガイドみたいなものと紹介されているジャズマンの費やされている ススペースが全然違うんですね、まあ、もちろん知識としてはソニー・クラークは全然アメリカでは評価されてないよ日本では評価されてるよとかねデイブ・ブルーベックは日本ではあまりタイムアウト以外評価されてないけどアメリカではすごい評価されてるよって知識はもちろんあったんですねでやっぱりそれはその通りですソニー・クラークのページ確かなかったと思いますところがですねあの意外とすごくたくさんページ数費やされていたのがスタンリー・ジョーダン 当時ギターでねタッピングですごくメロディアスなギターを弾く超絶技巧の人ってことでねシンセーブルノートから出てあのデビューしたあのスタンリー・ジョーダンはものすごくね指数費やされてましたそれとやっぱりウィントン・マルサリスはものすごくねあのページ数だからページ数紹介されてるディスクの多さあと紹介されている文字の多さ に比例してページ数増えるわけじゃないですか？ページ数多ければ多い人ほどアメリカのそのジャズのジャーナリズム、あるいはジャズのディスク業界の中では重要な人物として見なされるわけですよね。で、やっぱり日本のジャズ名盤ディスクガイドで紹介されている。いわゆる名盤とされているディスクと。 で向こうで名盤とこれを聴けってね紹介されてる名盤微妙にズレがあったりとかしてすごい面白かったですねやっぱり私はまさにセシル・テイラー見たんですけどセシル・テイラーほら日本だとブルーノートのユニット・ストラクチャーズだったりとかあとはデビューアルバムのねあのジャズ・アドバンスとかその辺りがすごく評価高いじゃないですかだけどその2枚は紹介されておらずなんとセシル・テイラー・ユニットが一番の代表作として 紹介されてました、ね、でまああと帰国してから買いましたけどまあのけぞりましたねまあこういうのがスケールでっかいね映画のようなセシル・テイラー。 ハリウッド映画のバックにしてもいいようななんかちょっとリッチな感じバイオリンが入ったりとかしてあこういうのはアメリカ人が好むのかななんて思いましたけどねでちょっと話しとりましたけどそういうディスクガイドの中でウィントン・マリサリスがものすごく大きく取り上げられてたんですねでその友人にですね、まあ、フレンチホルンやってたやつなんですけども、まあ、当然ジャズも好きでウィントンの紹介すごい大きいよねってもう彼は偉大だよ彼を超える人はいないよって。 ものすごい彼はあのあれでしたねあのホワイトじゃなかったんですけどブラックとあと多分東洋との根血だったんですけどじゃあ白人の評価どうかなと思ってあまりジャズに詳しくない女の子に聞いたんですね「ウィン,あのウィントン知ってる?」みたいな「知ってる知ってるこの人すごいよ」ってこの人は本当にうまいし。 すごいあのテクニックの持ち主だし本当に素晴らしい人だわみたいなことを言うんですねじゃあマイルスはって聞くと評価は分かれましたねやっぱりね黒い人たち黒人の方々はマイルスのことをすごくねやっぱり評価してるんですねただあんまり聞いてないんで知ってるけどすごい人だって認めてるけど実はあんまり知らないっていうねもうちょっと世代が違うからってもちろんあると思うんですけどね ただ、まあ、例えばあの野球好きな少年に小学生が長嶋茂雄を知ってるみたいなあの人はすごい人だみたいなね今で言えばねそういう感じなのかもしれませんそういう認識でした逆にそのやっぱり同じ白人の女の子とかにねマイルス知ってるかっていうとあ知ってるもちろん知ってるけどあの人はあんまり好きじゃないっていうんですねなん <laughs> でかっていうとやっぱり人種問題もあるのかもしれませんけどこれ白人のことをバカにしてるみたいなことをねあ なんか口が汚いみたいな感じで言ってましたね。確かに偉大だけども、あの、すごくスラングが多い、口が汚いみたいな、なんかそういうようなことを言ってたような気がしますね。で、やっぱりね、ウィントンは、あの、黒人も白人も手放しにすげえ人、すんばらしい人ってことで、で、日本だと評価はいまいちなんだよね、みたいな。もちろん、うまいってことは多くの日本人は認めてるけれども、中には、 全然、こんなのジャズじゃないって言ってるような人もいるんだよ、みたいな話をしたんですよ。そしたら、信じられないみたいな。日本人は何聞いてんだみたいな。こんなすごい人をなんでけなす意味がわからんみたいなことを言われた記憶がありましたのでね。 だからその辺は日本人の砲丸美きみたいなのもあるのかもしれませんね。ほら、私だってほら、ケニー・ドハム好きっていろんな動画でしょっちゅう語ってるじゃないですか。ちょっと欠点がある方が親しみ、愛着を感じるっていうようなところが日本人にあるのかもしれませんね。ほら、ソニー・クラークだったりとか、もっと明快に弾けよって外国人からしてみれば思うのかもしれませんけど、ほら、ソニー・クラークのちょっと後ろ髪引かれるようなタッチ、ね。そういうのが日本人は好きなのかもしれません。ちょっと控えめみたいなね。そういうニュアンスを好むのか。 かもしれませんけどもね、わかりませんけどもね。だから、まあ、国によってウィントンの評価も違うなって、あくまでそのウィントンはうまいからあんまり好きくないっていうような評価ってもしかしたらですけど、日本独自の評価なのかもしれませんね。そのジャズ喫茶文化が育んできた、あとスイングジャーナル、あとはジャズ批評をはじめとしたね、こうジャズジャーナリズムが育んできたジャズファンたちが、の 特有の感性があのウィントン・マルサリスに対しての違和感あとジャズ喫茶でいろいろハードバップ中心にねあとはまあリアルタイムでフリージャズを聴いたりでその後フュージョンの時代に突入しててリアルタイムでジャズを追っかけて聴いてきていた世代の,その日本人の人たちの感性からしてみるとものすごく違和感異物感としてああの新しさはもちろん感じたと思いますしものすごいテクニックだと感じたのかもしれませんけれども。 なんか違うぞっていう感触が芽生えたのはおそらくはですけれどもなんか断絶感みたいなところにあるのかなってまあひ言ではもちろんくくれませんけれどもねあるのかななんて私は思いましたけれども皆さんはどうお感じでしょうかねだからこそ私もねこう動画でだらだら喋ってますけども喋りながら考えてるんですけどねそれがそういう行為が。 結構好きだったりししますすけれどももしですねこの私の周りくどいわけのわかんない喋りじゃ全然意味わからんぞっていう方は一読お勧めしますあの「ウィントン・マルサリスはなジャズを殺したのか」というねあの本がまだ多分アマゾンで出てると思いますので中山さん最後の本なので渾身の力作だと私は思っています。で語り口は淡々としてるんですけどかなりこの人の持ってるあの 日本のジャズファンに対するある種の定款もしかしたら怒りみたいなものももちろん残っちゃは出してませんがなんとなくですけど私の深読みしすぎなのかもしれませんけれどもうがった読み方しすぎなのかもしれませんが感じられたりもしますので、まあ、その辺はですねなかなか読み応えのある本だと私は思っておりますのでよろしければ聞いてみてくださいね。 ということでごめんなさいね。長話あの向井さんのコメントを叩き台して、ずいぶん長々と <laughs> 長話してしまいましてすいません。ありがとうございます。で次のがですね。ジャズ鑑賞楽器やるべきやらぬべきという動画にいただいたコメントですえミッキーミッキーとあみきお伊藤さん、伊藤美紀夫さんからのコメントですね。ありがとうございます。 え読んでみますと高校生の頃から古今東西のジャズは大好きですが年齢50くらいより上の日本のジャズファンや評論家の多くは大嫌いです <laughs> そうなんだ <laughs> この動画のリードに限らずこの動画のリード楽器できないやつがジャズを語るなについてのリードに限らず万事偉そうなこと言う人が結構いて「えこの動画のリードって偉そう楽器できないやつがジャズを語るな」について 分か,かんないけどそれかこの鍵かっこかな楽器的なやつがジャズをやるなーっていうところが偉そうなのかなこういう偉そうな子という人が結構いてそういう人たちがジャズを殺すんだろうなと思いますあそうなんですねまあ結構一定数いますよねその評論家嫌いとか評論家偉そうとかねまあ 偉そうな、その、口調とか、まあ、私も昔は、偉そうというか、私、アホなんで、難しそうっていうのをすごいよく感じましたけどもね。でも、難しいなりに何か奥には何か言いたいことあるんだな、という、表面的なね、こう、外見とか口調とかじゃなくて、言ってる内容に私は、できるだけ、こう、寄り添おうと努力してきたと思うので、 多分、偉そうな口調だからもう拒絶反応だともうそこから先進まないので、まあそれは体質の差だと思いますけれども、まあ偉そうだと思ったら、まあ嫌悪感しか出てこないと思いますし、で、多分そこでまあ拒絶反応が出てしまったら、もう先へ進めば進むほど、ますます像に発展、その嫌悪感が増感に発展しちゃうと思いますので、まあ読むのをやめるのが一番の処方箋だとは思いますけれどもね。ということで書き込みどうもありがとうございました。あ、またあれか。 同じ方ですね、えー、これも三木お伊藤さんからですね、えー、今のハードバップには何が足りないのか、ああ、これ昔アップしましたね、多分これ動画アップしたての頃ですけど、えー、コメント読みましたね、簡単に言えば、新さをなめた人しか本当の演歌を歌えないという類の話、はい、その通りです、それを長々と延々と語ってます。まあ、くどどいですけどね私ね私、えー もし長く感じたのであればその奪った時間申し訳ありませんでしたということで、えー、次のコメントいきますかねこれも私が嫌いなジャズですねこれ最近コメント多いですよねあこれも伊藤幹雄さんからのコメントですね読んでみます。嫌いいなななジャズが特にない人間からすると不思思議な話を思えた あまあ、そうかもしれませんね嫌いなジャズない人からしてみればこいつ何うだうだ長く語ってんだろうって感じるでしょうねまあごもっともだと思いますでさらにこの、えー、不思議な話に思えたというコメントに対してまた三木を伊藤さんからの返信が、まあ、返信というか追伸が来てますね嫌い否定軽蔑を公言するファンがいる音楽は例外なく衰退してきましたあそうなの、えー、どんな衰退した音楽があれば教えてください 私むしろ逆だと思うんだけどね、もちろんね、嫌い否定あの、むやみやたら嫌いとか否定とかね、言いまくることは問題っていうかどう、どうよとは思うんですけれども、やっぱり自由に自分の好き嫌い言えるような状況、環境の方が私は健全だと思いますし、ま、確か前の動画かなんかでも、あくしくも今言おうと思っていることを語ったんですけども、 あの、褒め殺しだったりとかね、やたら褒める言葉だけで、けなす言葉は許さないみたいな社会的風潮あること自体、不健全だし、やばいんじゃないかと。あの、戦前や戦中の特攻警察がバッコしていたような言論狩りみたいなような、あの、世の中、いいですかみたいな、全部、あの、帝国主義第3みたいな雰囲気で、それ以外の批判的な記事を、あの、 書いたりとか言ったりすると小林拓の亀戸事件みたいな風になっちゃうみたいな世の中だとちょっとき極端かもしれませんけれどもねそれそう,そういう社会の方が私はかえっていびつで不健全だと思うんですけどあの嫌いとか否定とか言っちゃいけないのでしょうかで言ってしまった音楽そういう人たちがいる音楽は衰退したのでしょうかってまずそこから冒頭からしてちょっと疑問なんですけれども、まあ、もしそれであのー 衰退した音楽あれば教えててくださいって感じですねで以前ある大学のジャズの公開講座のアフターセッションで講師と会話をしていたらその方はロバート・グラスパーらをこき下ろし始めましたその人がきっといろいろなところで同じようなことを垂れ流していると思うとやらせない気持ちになりましたかっこ嫌いな理由を尋ねる気にもなれませんでしたもう一度この 動画を聞き直して高野さんがやってることはその講師と同じに思えてしまいます。理由を言おううととまい そ、はあ、そうでですすかそのこき下ろし講師と私が一緒なんですどなたなんですかねそのロバート・グラスパーをこきおろした講師っていうのはねでもまあ私がこの動画で何か言ったところでそんな影響力ないっすよそましてやそのジャズというジャンルが衰退するまでには至らないと思うんですけれどもちょっと課題評価しすぎですよ私のことそんなね大した影響力ありませんのでねでやっぱりね私は思うんだけどほらあの特に最近だとウィントンの動画あと マイルスがどれだけあのマッコイのことを嫌っていたのかというようなね動画にいろんな方からのコメント自由にのびのびとしたコメント来るじゃないですかある人は「えらいマイルスよく行った」とかね「俺はマッコイ嫌いだ」ってコメントされている方もいればいやいやマイルスそんなこと言うマイルスなんか嫌いだっていう方もいらっしゃったりもするんでむしろそういうねいろんなあのケンケンガクガクとってほどでもないんですけれども そのマッコイ派あるいはマイルス派に分かれてねあるいはウィントンに関してもさっき紹介しましたけれどもねウィントンのね「ジャズは自由だ」っていつ「なんでウィントン不自由なんだ」みたいなね素晴らしい書き込みいただいた方もいらっしゃるようにやっぱりこう賛成反対あと好きとか嫌いとかを自由に言えるこの場をみんな利用してくださいなって感じです私は。あんまりね 度が過ぎたね、ディスりとかだったら、まあ、もちろんブロックしちゃいますけれどもね、あんまり汚したくないんで、コメント欄もね。だからそういうので、過去に1人ぐらいはブロックしましたけれどもね、ほら、エリントン出せやボケー、エリントンかけろボケボケーみたいな、まるであの、 自動販売機品切れの自動販売機に向かって売り切れって書いてあるのに出せ出せボンボンボンってワン,パッワンカップ宝石出せやーって酔っ払いがこうなんか自動販売機に蹴りを入れてるような書き込みをしつこく何回も繰り返してきてる人いたんでこれまあ確かにねウィントンベスト5っていうベスト5っていう動画に頂い,いたコメントなんですけれどもまあ確かにあのー 一応概要欄にはね「こ音楽は流しません」みたいな、ねあのー、コメントのみの音声動画ですって断りは入れてはいるんですけれども、まあ、サムネイルだけだともしかしたらこの方はウィントン動画じゃないやエリントンの曲5曲かけてくれるんだろうなと期待して最後まで聞いたら喋りだけじゃねえかっていう怒りがそうさせちゃったのかもしれないんですけれども何度も何度もしつこく書いてくるとそれはそれでちょっと。 あの他の人が見ると不愉快な気分になるかなと思ったのでそういうね絡み方とかもで,であれば。 全然なんかいわゆるほ,ほとんどもうバリ雑言みたいな感じじゃないですかそういうのはブロックしましたけども消しちゃいましたけどもねでもそれ以外は割と自由にオープンに私は書き込んでいいんじゃないかと思いますしむしろ多様性が生まれてきて喜んできてるんです喜んでるところなんですよ最近ほらめっきりとあともうちょっとでチャンネル登録者数を3000に達しようとしてるのえーとかってすげーって思ってるんですけどだってジャズでこんなに登録する人しかもこの 私ごときのこんなくどくてしょぼい喋りに何3000人近くも作ってどういうことって、まあ、逆にすごい嬉しいんですけれども、まあ、どこれ以上多分増えないんじゃないかと思うんですけどもねでもそういう方々が増えただけあって いろいろねあの批判的な意見もあればあの肯定的な意見いろいろマップたちに分かれたりとかしてあだんだんいろんな人に行き渡ってくれるようになったなと思って喜んでるところなんですよね。だからそういうい多様な、まあまっこいい 嫌いな人は嫌いって書いて、どこが悪いのって私は思いますけれどもね。それ、で私はマッコイが嫌いです。マイ、マイヌスの言ってること賛成って書いたところで、じゃあジャズは衰退するんですかって思いますけれどもね。まあいいや、それはまあ、伊藤美紀おさんの心情というか、そういう感触なので、まあ、私がやってることが、そのロバートグラスパーこきおろしの人と重なって見えたのであれば、あ,あ、光栄でございます。まあ、私はそんな大学で、あの講義、講演できるほどの身分 ではございませんので、そのような方となぞられていただきましてね、以前は寺島さんになぞらえてくださった方もいらっしゃいましたけど、もう重ね重ね光栄でございます。私ごとき精進がそのようなね、素晴らしい方々と一緒にされるなんて、ほんと恐縮至極でございますので、えー、どうも、えー、伊藤美紀夫さんでしたっけ書き込みどうもありがとうございます。で、えー、っとつ、それにまた返信がついて、まあ、別の方はですね、ダン・シュガーさん、ダン・ダンシュガーさん。 えー、高野さんは1000本以上の動画で愛情たっぷりジャズを語っておられますそして私はそれらを聞くことでますますジャズを好きになりましたこれだけ聞いてロバート・グラスパーをこき下ろす講師とあこれだけを聞いてあつまり私が嫌いなジャズという動画だけを聞いてロバート・グラスパーをこき下ろす講師と一緒にしないでください第1この動画のテーマは視聴者からの リクエストなんですからあよく聞いてますね。そう、確かね、私、これ、動画立ち上げたての時まあ、いろんな切り口で語ってみようって思っていた時に、まあ、好きな奴もいいけど、嫌なつもどうですかってか、あれば。 語ってくださいよってコメントあったから、あ、そういえばこういうのもネタになるなと思ってね、語って、ただ慎重に語ったつもりではあるんですけども、で、多分ほら、サムネイルとかでね、私が嫌いなジャズとかでもうそれだけでほら、偉そうにとか何をこの野郎ってもう思っちゃう人はもう思っちゃう人で、そういう先入観持っちゃうと、どんなに私がこう言ったところでもう聞く身持たないわけですよ。まあ、昔のあの、ほら、 社会党の土井孝子のように「ダ,ダ,ダメなものはダメ!」ってもう「ダメなものはダメ!」って言った瞬間もう全部拒絶しちゃうわけなの聞く身持たないみたいな感じじゃないですかだからもうそこから先の議論のしようがないのでまあそういう人に対してね無理やり耳の穴かっぽちって耳開けて実はこうでこうでこうでって言ったところで逆にもう,もう私の喋ったようにあの反比でして。 もうどんどんあれ感情が嫌悪感が高まるだけなので多分何言っても無駄だと思いますしまあ一定数そういう人はいますのでねそういう人たちを無理やりあの説得しようとすること自体時間の無駄だと思いますのでまあそういう意見もあるんだなとはい偉そうな発言慎みますって感じですねでもどんなに慎んだところでやっぱりあのその人がね偉そうって感じた時点でもう偉そうなわけなので <laughs> まあ あんまり必要以上にね気使う必要もないなとも思っているんですがまあ私はこういう喋り方なのでね動画向けではふ、まあ、普段はもうちょっとぼそぼそって喋って暗い人なんですけど無口な人なんですけどまあちょっと動画モードにしてちょっと声を張って喋ってはいますけれどもまあ大体こんな喋り方なのであとは好き嫌いで、まあ、嫌いな人は聞かなきゃいいだけの話ですからねで、えー、でもすいませんねダン・シュガーさんまあ1000本とか,かそう 数えてくれたのかな千本も。あ、出るのかなアップした動画の数とかね。もうちょっとで千百に達しようとしてるとこですけどもね。でもね、別に千本以上全部愛情たっぷり私語ってませんから、さっきのようにガンダムの話の動画もあるし、心霊写真の動画もあるし、あと私だって結構ね、ディスってますから、あの人、結構、まあ、それも注意はしてるんですけども、ね、ほら、寺島さんとかね、岩波さんとかファンから聞けば何よ、この野郎よって思われるような、 あのちょっと悪口も言っちゃったりとかもしてるのでね、すべては愛情たっぷりに語ってるわけでもないんですけども、ただ、そのようにお感じになられてるのであれば、まあ、嬉しく受け止めたいと思います。えー、ダンシ・ダンシュガーさん、コメントどうもありがとうございます。あ、そうか、ハートマークつけてなかったら、プチッとつけとこう。あと、あ、これもそうだな、三木お伊藤さんの、なんだ、講師の話もちょっと、ハートつけとこうと、ポチッと。よし。 で次、あ、そしたらまた何これ返信が。三木夫、伊藤さん、ダン・シュガー、やはり、あそああダン・シュガーさんのその書き込みに対しての返信、返事か。えっ、ー、と、やはり私には普段の講師と同じに思えます。そんなリクエストに答えなきゃいいだけ。1000本動画を上げようと関係ないです。想像の現場、過去、どんなレベルあつれえどんなレベルであれあああどんなレベルであれに、 いる人間への敬意が感じられない感情でしかない発言をした時点で没収、没収試合、過去もちろんそういう考えは極端なことも承知しています。ちなみに、九段の講師も自分の好きなジャズについては松岡修造並みの熱さで感想を語っておいででした。白深い批評は必要かもしれませんが、だそうです。 嫌なんでしょうね。この人ね。伊藤美紀さんね。もう嫌いにな。ジず語ってる時点でもう何を言おうが、ほらそのロバートグラスパーをこき下ろし始めた時点で嫌いな理由。尋ねる気にならなかったって書かれてるじゃないですか。だからその内容聞かずにもう。 その批判する姿勢自体でも拒絶モードになっちゃうわけでもう何言っても無駄なわけでダメなものはダメ書こうドイタ書こうみたいになっちゃうんでしょうねだからまあ仕方ないと思いますよねだから別にいやいやそういうことじゃなくてね俺の話もよく聞いてよ話せばわかるみたいにバイ犬飼剛みたいなこと言っても多分ダメだと思うんですよねバーンって撃たれておしまいなのであの多分もう 嫌いいと言った時点でで試合終了なんすすよ書いてありますね没,没収試合みたいな感じでね。でほら敬意が感じられるか感じられないかってすごく微妙なところで分かんないじゃないですか例えばマイルスのビッチェスブリューは嫌いだーって言ってる人がいたとしても今までのマイルスは全部好きで好きで本当に好きでたまらないからこそなんか自分の今までのちょっと 感じていた期待してたマイルスとは違う音楽を聴いた瞬間ああ違うんだよもうこのアルバム嫌いだみたいなマイルスへの愛があるからこそ嫌いだって出てくる発言もあったりもするわけなのでその嫌いという単語に過剰に反応しない方がいいと思いますしまあそんなこと言っても多分聞く耳持たないと思いますけどもね私大事なのは嫌いとか好きとかそういう短いキーワードだけじゃなくてやっぱりその文脈も必要だと思うます。どういう経緯で こういう短いい短サムネイルになったのかとかとね例えばそのロバート・グラスパーをこきおろし始めた人の話を私聞きたいですよどういう理由で私割とロバート・グラスパー好きなんですよねじゃ逆にその嫌いな理由聞けたら儲けもんじゃないですか自分があの思いも至らなかったとか思わぬ発見もできる可能性もあったりもするのでそういうのこそ聞いてみたかったりもするんですけどまあそれは体質の差かもしれないし好奇心の差かもしれませんしあとはもう全て認めなきゃダメだみたいなね まあ,ある意味こう言っちゃ悪いけれども独善的で結構辺境な考え方だとはこれあくまで私の感想ねだとは思いますよ独善的にもう悪いことをあの嫌いって言った時点でちょっとネガティブな発言した時点でもアウトダメみたいなねでその論理的な理由もなく悪口言った音楽のジャンルは衰退するとかねあんま,まり客観性ないしあとねそのもう まあ別にその講師と一緒にされることは別にどうでもいいんだけどってか光栄なんだけど偉い先生であればまあもっと光栄かもしれませんけどもねだけどつまり私がその「嫌いなジャズ」という動画を上げたこと自体も1000本上げよう何本上げようが関係ねえってリクエストが来たら答えなければいいだけだとかってなんかねそういうところがまあちょっと。 あくまで私がまあどういうお方のか全然存じ上げませんけどちょっと独善的な方かななんては思っておりますだからまあ嫌いだったら聞かないでくださいあとまあこれ以上あんまりあの、まあ、今まあ理性的な書き込みしていくから全然なんだけどもあの今後ほらあんまりそういうのであらないね 荒らしたくもないので示板汚したくもないので、まあ、今汚れてませんよ。だけどほら、だんだん、こう、議論みたいなのがエスカレートしたりとかもして、それで、エリントンの音がかけるわ、ゴラーみたいな書き込みするようなね、酔っ払いみたいな風に、どん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 なんか、嫌ーな雰囲気にね、スレッドがやってきたら、もうブロックしちゃいますので、みたいな。ただね、 あのまあ、そんなことはならないと思いますけれどもね結構理性的な方だとは思います感情的な方でもあるとは思いますけれどもね <laughs> 理性的装いながら結構あのちょっとシニカルに皮肉も加えながら例えばほらあの松岡修造とか出したりとかねあのそういう「類とか出したりとかしてねある意味あのなんていうのかなちょっと皮肉のスパイスを効かせながらちょっと小頭の良さをスパイス的にこう出しているような文体の方であり 感じられるのでちょっとした冷静さちょっと引いて書くような理性は持ち合わせてる方だとは思いますけれどもただなんかもう嫌いといった言葉にものすごい過剰反応とかアレルギー反応みたいなねもう次にもう私が嫌いみたいな動画あげたらもうアナフィリキシーショックで死んじゃうんじゃないかぐらいすごい過敏な方なのかななんて思いましたのででも今後もほらだってそうするとこの動画 このチャンネルの他の動画とかにウィントン嫌いとかねマイルス好きとかマ,イマッコイ嫌いってアップしてる動あのコメントしてる方たちの,あの否定にもつながってしまうわけなのでまあこれ以上あんまり書かれない方がいいかなとは思いますよ私はと思いますけどまあどうでもいいやもう。<laughs> ということで、えー、ミキオ伊藤さん、えー、コメントどうもありがとうございますかあちハートマークもポチッとつけておきますね。 ということでまあ一定数いるということは分かりましたそれ嫌いとかねつまりみんな敏感な偉そうな人嫌いなんだねまあ私もなるべく偉そうにしないようにはしてますしというかそもそも偉くないんでねだからあのただサムネイルとかでもちょっと戦場的なサムネイルだったりとかまあね今回ほら「私が嫌いなジャズ」っていうねあの動画は こうムンクの叫びをアップでバーンってサムネイルやって目立つようにしてる嫌いなのキラは赤にしちゃったりとかしてるんでもう嫌顔でも目につきますもんねそうするとなんだこれってそのタイトルだけで何こいつ偉そうになんか嫌いなジャズ動画でアップしてるんだってもう聞く前ポチッとするサムネイルポチッとする以前からもう嫌悪感を抱いてそれでも嫌悪感スイッチが先入観が入った状態で聞き始める人もきっといると思うんですよね。 だとすると、まあ、しょうがないかなっては思いますけれども、まあ、気に食わなければ聞かないでください。以上でございます。えということで、次のコメントですね。サトシーさんサトシーさん,イさん、うん、すいません。何度もサトシと、それはないと思うけどね。えー、これは、えー、マイルス・デビスはどれくらいマっこいたいなーの ア嫌っていいたのかという動画ででコメントですすね。ね。読みます、ね、高野久保さんのブログは見ていましたが YouTube にも進出されていたのですね文章も明快ですが語りも聡明な印象ですね。よろしくお願いします。あほ褒めてくださってどうもありがとうございます。なんか ちょっと批判された後の,このコメントなだけに心にスーッと染み入れました。どうもありがとうございます <laughs>。まあ、文章も語りも聡明、そうかな、結構くどいっていうコメントもあったりもするんですね。まあ、わざと5回生まないように2回ぐらいなるべく重ねて言おうかななんて思ったりもしてるんですが、段の私はもっと逆ですもうざっくりです。本当に結論しか言わないんですけど、会話とかだと日常的には。だけど、この動画では、 まあ勢い余ってっていうのもありますしなんだろうねどっちかというと後で自分のった内容をプレイバックしたりするとちょっとうんざりしちゃうんですよこいつまた同じこと言ってるわと思ったりもするんですけどでもまあその方がうがいいのかなとな思ったりもしてなんか喋りスタイル今いろいろ探求中でございますけどでもまあお褒めくださいまして恐縮です。ありがとううございます CE さんどうも で次も、もこれも私が嫌いなジャズにただかを動画です。あ、また嫌なコメントだったら。嫌だなな <laughs>。私が嫌いな、やっぱりいっぱいこれコメント来るから、結構聞かれてるんだね、これね。えっ、ー、と、BJ さんからのコメントです、えー。そうそう、好きなものは好き、嫌いなものは嫌いでいいと思います。ただ、嫌いなのは否定するのは全く別なお話となると思うので、点々。 ななかなか難しいお題でしたねそうでです難ししいお題でしただから慎重にしゃべったつもりですだけど伝わらない人には伝わらないということをよく分かりましたけどもねまあでもそうなんですよねあの嫌いなことと否定するってことは別なんですよねその辺が多分その嫌いという言葉に極度なアレルギー反応を示す人は どうお感じになってるんでしょうかねとは思うんですけどねでもまあ何言っても無駄だと思うんでもうこいつ嫌いってい嫌いって言ったやつ嫌いっていうねもうそれはもう覆らないと思うんでまあそれはしょうがないですよねまあ BJ さんどうもありがとうございますえで次がジャズ喫茶のマスターに怒られた話プラスリクエストについての考察というあのサムネイルはねジャズ喫茶のマスターに怒られた話というサムネイルでアップした動画に頂い,いたコメントです 奥田健太郎さんからですその時過ごしてるお店空間でこのレコード聴いてみたいなぁと素朴に思うこともあるでしょうし懐かしいなぁのレコードという気持ちもありますリクエスト積極的にしていいと思います僕は初めてジャズを聴くという人と一緒にお店に行ってることだってあって その人にこの曲を聴いてほしいとか状況は様々ですから失礼ながら何というか点々点お話しなさっている展開や思考回路自体がジャズ好きだけのタコツボに入り込んでいるような気がしましたリクエストイコールジャズマニアのすることと決めつけない方がいいと思いますその方がジャズを聴きたいという人の裾野が広がるんじゃないかな自分は学生時代イーグルに 通いたったのがご縁で1年ほどアルバイトさせていただきレコードを回していました。小藤さんのお名前懐かしく拝聴しました。ありがとうございます。あ奥田健太さんありがとうございます。じゃあ私の先輩なのかなお年おいくつぐらいの方なんですかね多分1年間だと多分私とは重ならないとは思いますけどもまあそうですよね。 明らかに私がここで喋ったのは、まあ、細かい内容を忘れちゃいましたけれどもあれですよねジャズ喫茶目線に立った話を多分したと思いますお客さん目線で話してなかったと思いますただお客さん目線お客さん的思考回路に立つと奥田さんがおっしゃられていることは私は本当にごもっともだと思いますやっぱり好きなジャズリクエストしてよなって例えば仙台のあ仙台じゃないや一関のベーシーはリクエスト禁止だったりもするんですよねあの音であれ聞きてとか思うんですけどまあ それはもう店のね心情というかもうスタイルなのでねあのマスターはその選曲はコンサートだと思われてる方なので自分があの考えたプログラムでレコードを良い音で聴かせるというようなスタンスなんでねそういうところはできないしみたいな。 仮にそういう流れの中でクリフォード・ブラウンで盛り上がっている中、いきなりなんか全然盛り下げるようなリクエストをするんじゃねえみたいなのもあったりもするから、多分リクエスト禁止にしていると思うんで、ね、まあ、それはあくまでジャズ喫茶、運営側目線ですよね。でも逆にお客さん目線からすると、そうなんですよ。だからこそこの店でこのいい雰囲気、すごいあのベーシーってレイアウトというかインテリアいいんですよ。だからこそこれ聴かせてほしいなっていう欲望もあったりもしてね。それはお客さん目線ですよね。だから、 私はあのジャズ喫茶でバイトしたこともあり、で、さらに逆にそのジャズ喫茶にも入り浸ってたの両方の気持ち分かるんですよね。ただ、ちょっと細かい動画で話した内容忘れましたけども、まあ確かにね、うん、この動画で語った内容は、ちょっとジャズ喫茶、ちょっと思考回路が ジャズ好きのタコツボのタコ人間的な話ぶりになっていたのかもしれませんそう感じになれてしまったら大変申し訳ございませんでしたごめんなさい <laughs> ただあのイーグルでアルバイトされていたってことはで選曲もされていたんですよね回してたってことはあの選曲の心得門外不出の後藤さん手書きのノートはお読みになられましたかだからそれ読んでいたら多分あのー ジャズ喫茶側の目線みたいなのも多分まあそれ全部把握して理解された上での書き込みだと思うんですけど結構厳しくなありませんでした縛りみたいなのこのあとは絶対これとかねこれかけたとあれしちゃいけないとか夜にかけちゃいけないもの緊張感を強いるからダメなリストとか結構細かく書いてあったと思うんですけどね あそういうのも多分把握されてた上ででもやっぱりお客さんとしては好きなものをかけたいよなっていうあお客さんとしては聞きたいなかけてほしいなっていうのもあるんでしょうねだからまあそうですね うん、確かにご指摘の通りだと思いますけども、奥田健太郎さん、えー、どうもありがとうございました、書き込みの方。えー、次がですね、1月2 0日のジャズ、ザ・ケルンコンサート、キス・ジャレットという動画にいただいたコメントです。野中大輝様と読むのかな大輝さん、太い喜ぶ。大輝さん、大輝さんだと思いますけど、間違ってたらすみません、えー。大輝さんからのコメントを読みます。FACing You、あるジャズ喫茶でリクエストしたら、そんな LP ない。小木じいさんよて <laughs> あ、そうなんだ。小木じいさん。<laughs> まあ、 ケルンコンサート置いてない店ありますよ。やっぱり例えば渋谷の JBS なんかはあのブラックメジック中心の。 あ店ですからね。本当マスターは本当我々マルカムとかっていうかこっそり陰で呼んでますけど黒い音楽ととにかくねチャールストリバーとかいい音でかけてくれるんですよねまあいい音っていうのはもちろんオーディオがいいプラスそのマスターの本音みたいなマスターの本気度もこもった選曲でかけられると,ともう本当に家で聞くよりいい音に聞こえちゃったりもするんですよねだから黒いジャズでばっかりをねそれも適度に黒いジャズかけてくれるもんこっ ってことに黒いまくりみたいなやつじゃなくてさらにフリージャズとかでもなくて本当にセンスのいいちょっとソウルの要素が混ざったりとかあとシンシュル派シンシュル派なんだけれどもこうどっちかというと黒人中心ジャズマン中心のやつで。 多分、スタンゲッツとかもないんじゃないかな、みたいな、ね。そういう店は、あの、ケルンコンサートとかないですよね。多分、白いジャズはお、おかん、みたいな、そういうポリシーがあるのかもしれません。まあ、それはそれでお店のポリシーとしていいんじゃないでしょうかね。でも、仮に言われたとしたら、で、仮にその店で聞かせてもらおうとして入ったとしたら、ちょっと入る店間違えちゃいましたね。残念でした。で、また次行こう。別な店行こうって感じですけどもね。えー、野中大臣さん、そんな LP ないって <laughs>、もし言われたとしたら、どこのお店なんでしょうね。気になりますね。 ということでコメントどうもありがとうございました。で次が、あ、次も野中大樹さんからですね、コメント返しジャズのレコード CD サブスクリクションについてというご動画にいただいたコメントでございます。小木爺さんです。LPCD 約100枚、断捨離中です。ジャズ、音楽はある程度の音量で、歌人は諦めている。LP レコードジャケットバンクシーハテナというコメントでした。まあね。 断捨離中ですか私も断捨離したいけどもうできないなって感じですよね。もう本当にあれですよねダウンロードの時代になっちゃったので今までためにためたこのソフト類どうしようかなと思いますよね。あと私の場合 LD とか VHS も膨大にあるあとカセットテープも膨大にあるし MD もあるしであるくせに再生する。 装置が故障したたりり捨てちゃったりでないといとう、ね、で家でいたずらに場所食ってるのでどうしようかななんて一つの場所に一元で全てデータ化して一元化したりするとそのデータ化したものがもしなくなっちゃったら嫌だななんてことも考えちゃったりとかでねで結局考えるだけで何にも手動かしてませんけれどもね悩ましいところですよねでさらにね私が死んじゃったりとかしたこの膨大な CD とか本とかあと押入れの中の 膨大なプラモデルとかね、まあ、最近引き取ってくれる業者もいるみたいですけれどもそういうのを考えるともうちょっとシンプルなの、ね、家の中にしたいなと思いつつもなかなか手放せないっていうね,、うん、こうねだけどもう死んだら持ってけませんからね一切ね家にあるもんねだから思い切って全部「いや!」ーってねもう死んだことにしてそれで もう捨てるって言ってもあいや、でも無理だな <laughs>。難しいとこですよね。でも、悩みどころですね。捨てたいけど、シンプルな生活にしたい。部屋の中、もっとスカっッとすっきり綺麗にしたいっていう思いと、でも手放せないどうしようっていう思いとね。まあね、物って本当に、ちょっと出段するとすぐ増えてきちゃいますよね。ああ、困った、困ったって感じですけどね。さて、野中大樹さん、書き込みどうもありがとうございました。 次、えー、視聴者が選ぶマイルスベスト5いきたいと思いますこれはかわい,いアンディさんからですね、えー、どうもありがとうございますギルとやったもので中途半端なクワイエットナイト以外好きあ、クワイエットナイト 最近全然聞いてないなまあ中途半端は中途半端かもしれないけどほらボサアルバムボサ調なマイルスのめ珍しいアルバムですよね、まあ、中途半端っちゃ中途半端だけどその中途半端さが結構重厚じゃなくていいのかもしれませんけどね気軽に聞けてねで,でもやっぱりねギルトやったからにはねまあ書かれてますけど完成度高い系なやつが好きみたいですね河合アンディさんは特にマイルサヘッドあいいっすねマイルサヘッドねアルバム全体好きアンサンブルが 美しくみずみずしく響きよく歌うラッパあと実験的なゲットアップウィズ・イットのレッドチャイナブルースオルガンしか弾いてないレイティッド X じゃーじゃーってあいいね <laughs> なかなかいい趣味してますねカワヤンディさん同じ人間とは思えない音楽のイマジネーション初期のプレステブルーノート時代のバラード表現のナイブさは他に代えタいものがありますね スタジオレコーディングものは用意周到な感じですがライブでのスリリングな演奏ハラハラドキドキ何すんねんが味わえるのも一級なマイルス気象転結のはっきりしているものビッチェズあたりのエンドレスなものかっこレイブパーティーでもいけるどれもすごいやはり皆さんと同じでベスト5は無理ーだそうです無理なんですけどねまあその日毎日 あの毎年ベスト5を変えてなんか記録していくのも面白いかもしれませんね。今年のベスト5とか今月のベスト5はこうなんてそれ貯まれば結構面白いなんか出てくるかもしれませんね。<laughs> そのベスト5を見ることに例えばそれが10年貯まるとああの時俺はこんなこと考えてたんだそういえばあの時はなんて記憶回答装置になるかもしれませんけどもね。うん。でも幅広くていいですよね。あの まあ、やっぱね、ゲットアップウィズイットから、そのマイルス・アヘッドまでのこの幅の広さってなかなかいいですよね。なかなかやっぱり絞りきれないね、マイルス。50枚にも絞りきれないかもしれませんけども、まあ、それぐらい本当に多彩な人だったし、それぞれがあの聞きどころのある作品をいっぱい世の中に残してくれたミュージシャンであることにはもう間違いありませんね、マイルスはね、素晴らしい。ということで、河合アンディさん、どうもありがとうございました。 で次も、えー、マイルス・デビスはどれくらいマッコイ・タイナーを嫌っていたのかにいただいたコメントを紹介します。ターン・ザ・ワールドさんからですね。チック・コリアが直系のスタイルですが、基本的にはビド・エヴァンスとかキース・ジャルットあたりが好みだったような気がします。そういえばキース・ジャルットもマッコイのスタイル嫌ってたな。でしょうね。全然ちょっと違うもんね。キース・ジャルットもマイルス・マッコイもで。前の動画でも紹介しましたけど、 どなたかのコメントでマッコイ・タイナーがキース・ジャレットの,あのケルンコンサートだったっけかなを聞いて彼はまだまだ若いみたいなコメントを上から目線的なコメントをしていたっていうようなコメントを紹介させていただきましたけどもまあお互いあれなのかな入れないスタイル水と油なのかもしれませんよねだってコルトレーン・カルテットのピアニストがキース・ジャレットだったら ああ,ああ、でもちょっと想像つくな。あの、フォレストフラワーみたいになったかもしれませんね。あの、ほら、あの、チャールズ・ロイドのコルトレがプーって吹いた後もう、吹き終わった後、タラリだタラリだってすごいもうみずみずしいフレッシュなピアノがもう立ち上がるピアノみたいな。そっちはそっちでなんか新規臭くなくて、 いいかもしれませんね。ちょっとエネルギッシュ、ちょっとスポーティーな感じもしたりしてね。あの、コルトレンが吹いてる間だけ新器臭くて、で、キース・ジャレットがソロになった瞬間、なんか世界が全く塗り変わっちゃうみたいな、そういうカルテともよかったかもしれませんけど、まあ、コルトレンは多分求めてないでしょうね。そういうスタイルで、ね。自分がブリブリ吹いてる間、ガンガン後ろから焚き付けて欲しいかったと思うので、多分キースのバッキングだったら物足りなく感じたのかもしれませんけどもね。なんてありえない組み合わせを想像したりする書き込みでございましたけども、えー タンザワルドさんどうもありがとうございました。で次も、あ、また佐藤 CE さんからですね、これはジャズ評論家、岩波洋蔵氏のセシル・テイラー票という動画に頂い,いたコメントでございます。えっ、ー、と、読んでみますね。え私は岩波さんの評論やライナーのうちにあまり良い印象がありません。例えば、ジョー・ヘンダーソンを二流と評したりしていました。え、そうなの <laughs> そうえー、岩波さん、新種類派好きな人なんだけど、上辺はそうなの。翔太が好きなのかもしれませんね。で、また、ライナーノーツも、ソロの順番を記述しているだけで、かっこ聞けばわかると思うから。<laughs> ゆうまさひこさんのような踏み込んだ分析がなく、物足りなさを感じたものです。あくまで個人的な意見です。まあ、確かにそうかもしれませんね、岩波さんね。ただ、私ね、岩波さん、偉いなと思ったのが、偉いなってすごいなと思ったのが、資料を、 持ち歩いてののね紙の資料それこそほら今のトラベルバッグボストンバッグじゃなくて何だっけトランクやそうそう海外行く時のほらガラガラガラってトランクあるじゃないですかこうガチャッガチャって取っ手を引いてそれで車がついてこう引っ張ってくようなやつそれを岩波さん持ち歩いてその中に っぱ資料詰まってんですねもちろん原稿用紙書く手書きで書いてますからそれで時々ライブ会場で鉢合わせしてどうもなんて挨拶したことは何回かあるんですけどもうライブが始まる直前まで岩波さんのテーブルの上紙だらけそのトランクから資料とか原稿紙いっぱい出してとにかく書いてるんですよねまあ逆に言えばあの聞かずに書いてるってことでもあるんですけどライブハウスの会場で <laughs> 書いてるってことはねでも そういう寸歌を惜しんでその暇も塗ってですねいろんな資料まあプレスリリースだったりもするんですけどほらレコード会社からこの CD を紹介してくださいっていう評論家の家には送られてくるわけですよあとジャズ喫茶とかにはねそれのプレスリリースに書いてあるような記述とかを参照しながらあの評論ライナノストが書いていくわけですけれどもあの それだけじゃないんですよねちゃんとそのジャズの歴史とかの資料みたいなものとか分厚い書類の束とかもたくさん持ち歩いてましてですねそういうのも一緒に持ち歩きながらずっとしこしこ書いてる姿を見ていやほんとこの人はすごいなと思いました <laughs> まあ書いてる内容じゃなくてね遺憾を問わずその寸貨も惜しんで書き続ける姿勢を貫いた。 生涯っていうのはなかなか危機迫るものがあるなと私は思いましたね <laughs>。ということで、さとし E さん、書き込みどうもありがとうございました。で、次が、えー、っと、ああ、もうそろそろ、あもう一時ずいぶん時間が経ってます、まあ、あと1、2個紹介して終わりたいと思います。フガフガ系テナーサックス というサムネイルでウェイン・ショーター上辺ダンソーそしてサムリバースのふがふが系まあそういう人たちのテナーサックスを紹介した動画にいただいたコメントです。これは正幸向井さんからですね。向井正幸さん。上辺演奏のバスえ、えビートライスが気に入ってえ、ビートライスでいいのかなごめんなさい、ちょっと読めないです。ビートライスが気に入って、間違ったすみませんね。そのつながりで昔、 買ったアルバムです。久しぶりに聞いて気づいたのですがタイトル曲は「ナイトデイ」がベースになってるのに聞こえますね N&D と思って聞くとちょっとエリック・ドルフィーよりのハードバップに聞こえてしまいましたおうおうおうあちょっとナイトデイそうだったっけベースになって、ごめんなさいわかんない忘れちゃってるかもしれませんそのちょっとだからコメントできませんですごめんなさいなんか ちょっと疲れてきたのかなもう1時間半以上喋ってますからね。なんか記憶が遠ざかってきて、そろそろヘロヘロになってきたからやめようかな。でももう1個行くぞ。頑張るぞ。そうしないと追いつかないからね、コメントの返事がね。<laughs> えー、あど、どうも、向井さんどうも、書き込みありがとうございました。え次、マイルス・デイビスはどれくらいマッコイ・タイナーのことをピアノを鍛っていたのかにいただいたコメントですね。マッコイ名義のレコードは1枚も持っていない。あ、あすいません。名前紹介するの忘れました。オープンバッフェ。 さんえオープンバッフェでいいんだよね。オープンバッフェ33からかな、えー。書き込みどうもありがとうございます。マッコイ・メインのレコードは一枚持っていない。どこに魅力があるのかもわからない。コルトレーンとの演奏でもインスピレーションを与えているわけでもなく、ただの飾り、えー。にぎやか、にぎやかしいという感じ。<laughs> まあ、そういう感想をお持ちの方、多いですよね。面白いんだよねこう。マイヌス派の人ってこういう感想の方が多いしで、コルトレーン派の人っていうのは、 逆にそこがいいんじゃなかなか意見分かれて面白いんですけどね私両方の意見よーく分かるしもう両方の両陣営の主張をごもっともだと思うんですねなんてコウモリだな、ね、私もなって思いますけどもねまあえー、でも本当に両方とも私好きなんですよ本当で両方ともねその特徴が分かってるからこそその特徴を 際立ってるからこそ好きな人が現れますし嫌いな人も現れるんですよね。でもまあね、確かに <laughs> 言われてみれば本当その通りなんですけどね。まあオープンバッフェさんどうもコメントありがとうございました。で次は、えー、フリージャズごっこか、えー、というサムネイル、まあ。昔私が学生時代かなんかにごっこで録音した音源がカセットテープで残っていたのでそれをアップした音源動画だと思いますけどもこれに対して ささんティーハヨムさんハごめんなさいえ。ちょっと読めないんですけど <laughs>。ごめんなさい。コメントありがとうございます、えー。へんてこです。レーベルで言うなら本棚ンタナでしょうか。意味不な入りですみません。あ、すみません。え、フンタナ。え学祭で2日目の午後となると、近隣の大学のジャズ犬がお祝いと称して遊びに来て、 関係友好な次第系はおしゃれに文句のナッティを3日目にやっと来る。 えーや、見下し気味の旧帝大系は面白く、帝え旧定大系は面白くもなんともない、オールザシングズ・ユアをやってました。話が散らかりましたが、私も学内ライブで方向系ごっこで吹いていたところ、台湾からの留学生のお客さんに委託を受けて、熱い握手を求められる、困惑というか罪悪感を感じたのを覚えております。常年だけで吹くというのはなかなか根性がありますね。<laughs> あーすーめっちゃわかるな、このニュアンスな。私も、あのね、 台湾に、ちょっと短い期間だけど、大学行ってたことあるんですよ、私。そこでね、まあ、ベース担いで行ったんです、行ったんですよ。それで、あの、相棒はね、同じ授業の相棒、アルトサックス担いで行ったんですよ。そこでもう、B キャラ、P キャラ、ポーキャラやったらめっちゃウケましたね。もう、やってることめちゃくちゃなんですけど、やっぱり、 いいですよね。すごいなんかね、解放感に任せて、ブームスかベンスかやると、なんか喜んでくれて、さらにその、なんか、聴衆とのコールレスポンス受けると、さらにこっちも乗,る乗りまくるぜ、みたいなね。あれ楽しかったななんか受けるんだよね。で、ほんと適当なんだけど、何も考えないでやってんだけど、その、 何も考えなさ具合がもう本当爽快で、え、こんなに受けていいんだ、じゃあこんなのでもいい、こんなのでもいいってどんどんエスカレートしていくわけですよ。あ、もう受けた、じゃあも,もっともっとこんなのでも受けてくれるかなでもう、やっほーみたいな、ひょーっとかなるんであ、じゃあもっとやっちゃうよ、もういいかな、みたいな、それでもっともっと乗ってくれるって、その、あの、どんどん悪乗り悪循環っていうのがもう楽しくてしょうがないですよね。 わかるな <laughs> でも本当ね、常念だけで吹くというのはなかなか今そうかもしれませんね。でも本当にね、いい、いい、こういうコメント大好き。ありがとうございます。また機会があったらコメントくださいね。で、次ぐらいので終わりにしようかな。じゃあ、えー、次はマ、マイスービスどれくらい真っ向いたよのピアノを嫌っていたのか。ほんとこの動画あれですね。皆さんコメントをたくさんくださってありがとうございます。 えこれが「としオ高山さんあ」「あ高山マトさんからのコメント」「どうもありがとうございます」「読みます」「マッコイのコンサートに行き彼のソロアルバムにサインをしてもらい購入して大事にしていました」「コルトレーンの遺産を若いミュージシャンを集めてその路線を守るという意気込みは感じたけど私は彼のソロピアノのサイン入りレコードを買って大事にしまっておりました」「キース・ジャレットがその演奏を表して フリーにならざる人がフリーをやっている。マッコイはフリーをやってはいけない人なのだと言ってました。おうおうおう、確かに。マッコイはどんどん変化していくコルトレーンの一時期に伴奏者として見事にはまっていただけの人なのだと思います。あたかも神のように崇められた音楽家のサイドメンバーとしての過大評価に本人も苦労したことと思います。マイルスのトレーンに対する嫉妬もあるようなないような とといいいうううココメメンントトでごござざまました年高山さんコメントどうもありがとうございますあおっしゃる通りだと思いますね。だから最後の方にね、あたかも神のようにあがめられた音楽家のサイドメンバーとしての課題評価も本人も苦労されたことと思いますって書かれてますけどさっきもね、私同じようなことを話しましたけどやっぱりほら、多くの聴衆期待しちゃうんですね、あの神であるようなコルトレーンの何て言うのかな。 サイドマンだった人だからって暗黙にそのコルトレーン的な要素を求められてしまってそれに応えなきゃあってプレッシャーとの戦いもきっとあったんじゃないかなと推測してるんですねだからそれがずっと後年のマッコイのピアノスタイルに、まあ、呪縛のように染み付いてしまったような気はしますよね良くも悪くもだからそのあの呪縛から解き放たれて いいななからこそエそエネルギッシュエキサイティングなピアノだからこそいいのだみたいなね人ももちろんいると思いますしいやー解放されたんだからもっと違う切り口でまあアレンジとか本充実したアルバムとかも,もちろんブルーノとか出したりとかもしてますけどでも結局はピアノ金太郎飴だよねっていうのがまあ,まあおそらくは大方の評価だとは思うんですよね。だからまさまさにあの高山さんの 書かれてる通りだと思いますねでもすごいねソロピアのサインレコード買って大事にしまってたんだひマッコイのコンサート何のアルバムにサインいただいたんでしょうか、ね、ちょっと気になりますけれどもね <laughs>、うん、まあサハラとかだったらねちょっとほらスペースサインできる余白いっぱいあるからやりやすいかもしれませんけどバラードとブルースの夜とかだとちょっとねあとほら リーチングホースとかでも黒い箇所多いからあんまりサインできるスペースないしとかいろいろ妄想してますけどもねフライウィズ・ザ・ウィンドウとかだとちょっと白と青の上になんか黒マジックで書いてもあんま目立たないだろうななんて思ったりとかね <laughs> まあ別にどうでもいいんだけど敏 <laughs>、えーえー、夫としとしさん高山としさんどうもありがとうございましたもう一個紹介しようかな動画、えー、次ジャズの歌心とはジャズの評論や デビューやうんちくによく登場する歌心は何でしょうというようなタイトルの動画に頂い,いたコメントですね。長谷川浩二さんからです。えー、どうもありがとうございます。読みます。まあ寺島さんはそういう人ですからね、かっこ笑い。自分の好き嫌いは自由ですが、公言してほしくないのは同じ意見です。しかも原稿料をもらって自分の偏った偏見をかける神経って、賢い人とはとても思えないですね。 自分の理解できないものをギャラをもらって酷評できる神経ってとっても傲慢だと思いますね。でも寺島さんはおそらくこういう意見は一切受け付けないでしょうね。<laughs> だと思いますね。うんいや、あの、本当ね、長谷川さんの意見おっしゃる通りだと思うんですけど、あえて、あえてですよ、ちょっと違う立場になって、まあ、全,然全然反論じゃないですよ。あの私もほら 物を書いたりとかしてる立場の人間です逆にあの編集者として書かせてたりして書いている人にギャラ払ったりしてる立場の人間両方の気持ち分かるのでじゃあちょっと違う視点でその寺島さんのサービス精神について語ってみましょうかつまりあえて寺島さんは傲慢になってる説ってあるわけですよつまりプロレスと一緒で何ていうのかなわざと過剰に。 あの書いてあげることこそが読者サービスでありひいては編集者サービス出版社サービスであるという思っているような節も私は感じるんですつまり読者サービス過激に書けば書くほどあの読者は過剰に反,あの反響じゃないや反応するじゃないですか。 で断言すればするほど何言ってんだこの野郎って反発する人もいればそうだそうだよく言ってくれた長年の喉の使いが取れたわって留飲下げてくれるファンもいると思うんですよねそうすれば良い,よいよ意見が出ようがあの反対意見が出ようが紙面がにぎわうわけですよそうすると購買部数につながる可能性もあるわけですよそうすると雑誌が売れればまたあの その雑誌は存続するわけですしその自分の,あの担当編集者に対してもこう良い恩返しができるわけですよねつまり自分を採用してくれた編集者でその私も編集者雑誌編集者だからよくわかるんだけどほら自分が発掘した自分が依頼したライター著者がの記事の評判がいまいちだとしたらやっぱりちょっと落ち込むというか沈むわけですよね。 そ,れまあその気持ちは多くの人分かってもらえると思うんですけどだけど自分が依頼したあのライターとか著者の方の記事が好評だとちょっと鼻高いわけですよ編集部内でもねだから結局自分の担当編集者に花鼻を持たせてあげようというサービス精神ももしかしたら寺島さんあったのかもしれませんねそれでそのサービス精神ゆえに過度な極端なことを言ってあの読者を煽って ことによってまあそれ読者からしてみればえらい迷惑いい迷惑なんかもしれませんけれども振り回されてるのでねお金払って振り回されてるから読者的目線からしてみれば何振り回してんだって人のこと嫌がってと思うかもしれませんけどことあの出版社とか編集部の立場からしてみればまあ無責任な言い方ですけど面白くて売れりゃいいみたいなところもあったりするわけですよ。そうするとなんかまともだけどつまんない記事よりは多少しっちゃかめっちゃかだけどもちょっと。 問題提起してくれたり書き回してくれるような著者の原稿の方が面白いぞっていうような考えもあったりすると思うんですよね編集部内でやったとそうするとああまた寺島を使えってなるわけですよそうするとまたあのなんか著者の著者の依頼って原稿の依頼がまた来るわけですよねで原稿の依頼が来れば寺島さん自身のためにもなるわけですよねだから結局あの 読者置き去りになってい,いやその通りだって乗ってくれる読者ももちろんいるかもしれませんけど、まあ、編集者出版社を立ててくれてるとあの読者に対しての目線ももちろん寺島さんあるのかもしれませんけどそれだけではなくて自分を使ってくれている担当編集者でさらにはその担当編集者が務めている出版社に対してのサービス精神ゆえの文体切り口 なななのかももししれないいなと私は考えたりもしているんですよねだからまあ一口にまあ傲慢だとか偉そうというねあれでくくることももちろんできると思うんですしまあもちろん本を読んでる限りではそうとしか思えない不思議と思うんですよ多くの読者は。ただこと目線をちょっとだけ広げてですねそのギャラを払う人とか編集者とかの目線とかねあとは出版社の目線になってみると意外と。 あのー、どっちかというとその編集部思いの著者なのかなって感じもするんですよ視点を移せばですけど立場変われば評価変わるみたいな感じでねでそういった面をも考慮に入れながら寺島さんの文章を読むとまた読む楽しさが増すわけですよああこれフェイクだなとかねああこれ持ってるなみたいなこれ本心じゃないなとか本心ぶってるけど実はみたいないや本心なのかもしれないけど 1>, 1のことを5にちょっと増幅させてるななんて思いながらね読むとまたその読む楽しみが増えたりすると思いますよだからその辺はもうちょっとねあんまりね目くじら立てすぎると逆に思うつぼになっちゃうと思うんですよ寺島さんの「<laughs> しめしめ引っかかってやがる」みたいなねだからもう少し控えめにちょっと引いた感じでね あの読むとそれはそれでまた面白い読解ができるのではないかなと私は感じていますけれどもねまああんまり真剣になりすぎると、まあ、逆に真剣になるってなさせてしまうような文体させてしまう切り口させてしまうスタンスだからこそ 今になっても私たちは寺島さんのことが気になって気になってしょうがないともう考えてみたら思うツボだよねっていうところもあったりもするのでなかなか素敵な人だと思いますよ私はということで長谷川浩司さんコメントどうもありがとうございましたさてまあもう一個ぐらいいっちゃおうよし、えー、これはマ、ま、っこい動画にアクセス殺到光るハードバップのサイドマン というタイトルで、えー、サムネイルは「まっこい動画がすごいことに」というタイトルのサムネイルの動画にいただいたコメントですあ。お久しぶりです。高松貞治さんからのコメントですね。えー、読んでみますね。皆さんの言うとおりウィントン・マルサリスはだいぶ,だいぶ甘やかされていると思います。クリフォード・ブラウンの時代は黒人というだけで差別されていました。それに比べウィントン・マルサリスはクリフォード・ブラウンの昔に比べ恵まれていてクラシックなどにも参加しています。 トランペットのうまさはクリフォード・ブラウンと同じくらいですが当時の世間の状況を把握してみるとウィントン・マスライスは完全に甘やかされていると思います。完全にジャズを舐めている雰囲気がきます <laughs>。舐めて。<laughs> ただものすごくトランペットが上手いのも確かです。嫉妬します。まあ、なんていうか、この文章が多分 日本のジャズマンのウィントンに対するねそうちょっと否定的な見解を持っている方々の気持ちをとっても上手に代弁してくれてると思うんですよねだからいや本当にそうなんだよねまあクリフォード・ブラウンと同じくらいあるいは私はテクニック面だけ言えばそれはもう後出しじゃんけんだからブラウニー以上だとは思うんですけど、うん、確かにね時代を考えればそれはそうだよね後出しじゃんけんウィントンとかは。 まあほらリー・モーガンって誰なんてデビューしたと言ってはいますけどいやでもやっぱり後天的にほらクリフォード・ブラウンのことをもう学習してるわけですしで若くして、ね、ストリングス入りのスターダスト出したのもやっぱりブラウニーのねウィズ・ストリングス意識してのことでしょうし当然聞いた研究もしたでしょうしってね、まあ、後出しじゃんけんでうまいのはあれなんだけどやっぱり、うん、うまいことは確かなんですよでも、まあやま、甘やかされてると思いますっていいね <laughs> でもほらやっぱり マスコミたちからねこうそういうい当時の状況もあったんでしょうねずっとほらフュージョンとか電化ジャズが続いていた中またアコースティックへの復帰みたいなそれも生半可な復帰じゃなくてすごいインパクトのある登場の仕方でしたからねだからこぞってマスコミは彼らのことを大きく取り上げただからまあ見ようによっては付け上がってるというような見え方になってしまったのでしょうね。 だからあのそれゆえジャズを舐めた小僧に見えてしまうというのも何だか分かれない気がしますけど、まあ、ごもっともって感じですけどもね、まあ、なかなか、うん、すごくアンチウィントンファンみたいな、ね、ウィントンに「んー」ってアンチまではいかないかもしれないけど頭の上にハテナがポンポンって浮かぶようなあれがなんか浮かぶぐらいの 人にとってみれば、そういう人たちの気持ちをうまく代弁してくれている、あの、書き込みだと思います。どうもありがとうございました。ということで、そろそろ、ちょっと、うん。まだまだちょっとね、動画じゃないや、あの、書き込み、まだまだ全然消化しきれてないんですけれども、できるだけ全てのコメント紹介していきたいと思いますので、また折に触れて、 えー、コメント返しをしていきたいと考えておりますがおそらくしゃべる私以上に聞いてる方の方がお疲れになられてると思いますのでというかここまで聞かれた方ご苦労様でしたお疲れ様でしたどうもありがとうございます <laughs>、うん、ぜひですねまたあのー、まあ分けながら何回かに分割しながら聞かれてる方もいらっしゃるとは思いますけれども まあ、よくまあ、俺もここまで喋ったなって感じです、まあ、ほんといい加減ね、水も、水補給休憩も一回しかしてないので、ちょっとさりげなく喋りがすって一回だけあの水飲んだぐらいで、ちょっと喉もだんだん痛くなってきましたので、この辺で一旦コメント返し中断させていただきたいと思います。えー、ここまでお気になられた方、本当にお疲れ様でございました。本 <laughs> 当ね、お疲れです。ということで、また別な動画でお会いいたしましょう。ということで、 さよなら。バイバイよ。